何が来る？何が来る？豚が来たー！ズンズンポイポイの喧嘩ラジオ GT。 豚っすか？豚ですか？ I'm 豚。豚？豚マンモスじゃなくて。豚マンモスも俺。いや違う、マンモスあなた。サンミューの豚マンモスも俺。あなたじゃないやけどな。あ、漆黒な。やばい、一瞬ちょっと暗闇になりましたけど、すみません、こっちの話。いや、あのね、はい、豚です。どういうことですか？豚って。いよいよ私、体重計乗りました。はい。なんだ今の話は。な、僕の体重聞きましたよ。前回の健康診断で、うん、あれが半年ぐらい前か、うん、去年の12月とかになるかな、うん、65とかになりました。ああ、そうやね、65やったね、はい、前回の。で、この半年、3日前か、はい、3日前、2日前、4ヶ月か、はい、だいたい半年ぐらい、75になってました。おおお、もうあっかんと。10いったか。はあ、なんかでも見た目ではさ、10いってる感じせえへんよな。いや、変わった感じせえへん。いや、俺はね、気づいてて。顔とかには出てへんけど。俺はもう気づいてて、あのね、ハイライトよく上がってるじゃない。はい。俺、どんどん丸なって言ってる、体が。俺、顔はね、マスクつけれるから太らんのよ。か、そう、顔は。でも体がもう、どう見てもブヨブヨ、もう、服からブヨブヨ感が伝わってくる。おぉ。もう、これはいかんと。はい。もう、節制しなあかん。はい。これなんかね、たまたまね、そういうことばっか考えたらね、はい、X になんかね、はい、流れてきましてね、はいはいはい、年取ってから、痩せようとしてる人たちみたいな。ああ、めっちゃ筋トレ好きな人が書いてないけど、はい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 、食生活で痩せるのはマジでやめましょうっつって。あ、体に悪いからってことね。もう結局、はい、筋肉溶けてブヨブヨのままですと。あ、なんか体重が、いや、もう絶対に筋トレしろと。そうやね、やっぱ筋肉つけて筋肉の代謝で痩せるのを、はいはいはい、嫌でもやってください、はい、なぜならもう年取ったら筋肉衰えていく一方やから、あえて今筋肉をつけて頑張るっていうのを絶対しないと、はい、もう大変なことになるっていう、はい、いや、そうやね、もう俺は筋トレをしてなあかんということでね、うん、この間ね、やっぱ筋トレするにもやっぱその成果が欲しいと、はい、もう加圧シャツ、前回の穴かくから、はい、で私、加圧シャツ着てたじゃないですか。着てました。あの加圧シャツっていうのが、はい、昔う7年前とかで、加圧でも何でもないんですよ。ただのシャツですよ。ただのシャツです。ただの乳首浮いてるシャツです。ね、そんなもんね、着てても意味ない。はい、ということで、私、もう調べまくりまして、はい、何がいいのか、加圧シャツって、はい。でね、なんかね、やっぱレビュー見ると、やっぱもう、結局さ、批判するやん、レビューって。そうやな。よかったな、そういうもんでしょう。なんかだから、あんた見ようがいいな。めちゃくちゃ悩んでさ。ほんで、まあ、よし、これ、なんかね、格闘家の人がね、全部着用してね、格闘家で取れないっていう人がおんねんけど、ほんまにパンクラスで試合してる。あ、はい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 、その人、ジムやってる人やねんけど、はい、その人が全部来て確かめて、一番良かったってやつがあったんですね、はい、5000円ちょっとぐらいの。はいはいはい、それで、じゃあもうこれ買おうと。はい、で、私調べまして、はい、そしたら、なんと、練馬駅にある。練馬駅にある。声優、はい、練馬って声優2個あるんですよ。パート1パート2っていう、うん、そのパート2の中にある、うん、そういうなんかスポーツ用品店みたいなのがあって、うん、そこなんかね、マッサージとかもやったりとかしてくれるとこがあって、そこで取り扱ってるって言ってたから、はい、まあ、タロリも言ってん、うん、まあ、ちょっと買いに行ってくるわ、はい、練馬行くっつって、私もダッシュで行きましたもんね、はい、あの日、はい、ちなみにその時はもう一応カーツシャツ着てて、着てたね、なんかそのパチモンの、まあ、パチモンっていうのが破れたやつ。もうでも あの日暑かったからもう汗びしょびしょで私行きまして、はい、練馬着きまして、はい、でそこ見つけて入りました、はい、そしたらもういきなりそのトレーナーの人がバーって来て、はい、こう僕もうだから言ったらもうジムみたいな感じ、はい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 、でこう僕はね、顎にね手を当てながらこうね探してたらね、スーパーって来て、はい、どうされましたか、何かお探しですか、はい、って来て、カーツシャツを欲しいんですけどもって言ったら、すみません、うちは加圧ではなくリラックスなんですはいっつって、加圧を与えるんじゃなくて、うちは疲れた体をほぐし柔らかくして癒すっていうのをやってるジムなんで、加圧なんてできませんって言われた。あ、もう取り扱って、あ、そういうのを目的にやってないんでごめんなさい、あ、わかりましたってパーって帰るとしたら、あ、これ持って帰ってください、はい、
貼った瞬間、貼ったら一気に体が柔らかくなるえシールですって、シールだけ貼ってされた。俺も調べたけど、そのシャツなんか売ってるとこない、はいはい、うわー終わったーっつっても家帰って、はい、結局通販調べまくって、はい、で最初その買おうと思ったやつも、はい、なんか違うなーってなってきて、はい、結局シックスチェンジっていうの買ったんですよ。はあ、はあはいはい、シックスパックみたいな、ね、シックスパックみたいなね。なんでシックスチェンジ買ったかっていうと、はい、それ店頭販売せえへんねん、はあ、ネットのその公式の会社で、そこの会社しか通販せえへんねん、はあはい、で唯一すんのがアマゾン、はあはい、アマゾンとだけ提携結んでるみたいな、ね、私それを買いまして、はい、翌日ついて、はい、びっくりしたわ。どうしました。やっぱ出来たての加圧シャツ、一発目の加圧シャツすごいな、切られへんねん、加圧すぎてピチピチする。ああ、そういうこと。あのへー、全く知らん。レビューにも書いてて、はい、最初は一人で切れなくて誰か手伝って切りましたみたいなのめっちゃあって、はい、まず一発目来た瞬間にもうまずもう眼鏡吹っ飛んでってさ、加圧すぎてでもう腕だけキーンってなって、一回だから脱いで、あかん、これあかんで、一回体をこうほぐして、うん、どうすれば切れるんかな、俺体も硬いからさ、はいはいはい、でこういろんな体勢試して、はい、ようやく来てもピッチピチもすごい、はい、クーってなってて、すごいんや。でそれで、キマカツ行ってきまして、はい、だもう常に締め付けられてる状態、はい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 、僕猫背なんですけどちょっとだけ姿勢良くなるから、あってなる。そう、猫背もやめたらやめなあかんな、そういうの。でもうちょっと筋トレをしようということで、はい、しましょう、はい。でまあ、日頃のだからそのキモカツキモスム一応重いのとか持つからさ、もう全部着てやろうかなと思って、はい、ああいいじゃないですか。ただ一個欠点があって、もう今洗ってるんですけど、はい、1回しか着てないのに、はい、あのね、匂いを全部吸い取っちゃう。あ、要するに、はい、とんかつの匂いになっちゃった。あ、うん、そうやろな、油の匂いすごかった。もうだってその上に普通に T シャツ着てんねんけど、はい、その T シャツがもうとんかつの匂いになってて、うん、うわーと思って、これ毎回洗濯しなあかんわと思って、ということで私は今日からダイエットマンです。ちなみに今現在の体重、はい、73キロです、はい、2キロ落としました、はい。でもね、反省力もしてるから、こういうの今回は無茶するダイエットをやめましょう。あなたこうなった時リンゴダイエットしたりとかで、もうみんなが心配する痩せ方するから、うん、大丈夫。俺もそれもね、 OK、 筋肉つけながらやから、だからゆっくりいく、ゆっくり筋肉つけて、なんかだから体重だけ落とすのなんか簡単とか言うんですよ。簡単簡単、めっちゃ簡単。でもそれ、あの筋肉つけるだけやから、そう、筋肉をつけなさ。だ、僕はまた腹筋ローラーも加圧シャツ着ながらやりますし、69キロぐらいでちょっとムキッとしたのがいいんじゃない。そんな、む、ちょっと胸痛まる。うるせえ。え、ね、え、もうやるんやとやってもいいけど、俺はもういいけど、そちらさんがいいのやったら。ちょっと待ってください、太郎さん、はいはい、ホモですか。ホモです。今日はあの、今日の格好ホモなんですけど、ホモなんです。そのどう考えても、あの、いや、ちょっとまだ父の形分かるんですけど、まだね、やっぱ日、あ、でもちょっと父出てきたね。僕も太りましたからね、かなり、あのコロナ禍よりね、だいぶ体重元に戻しました、やっと1年半かかって。戻したっていうのは増やしたってこと。増えました、増えました、よかったよかった。だからもうちょっとね、ちょっとあのやっぱもうそれ40になるし、あなたも筋トレ始めた方がええわ。あ、僕筋トレしてるんですよ、だから頑張って、はい、今日もしてきました。カーシャツ買おうや、シックスチェンジ4280円、一回着させたいけど、ちょっとあの選択肢も出るから、もうすごいわ。足腰が弱いんで、ちょっと足腰を主に僕は鍛えるようにして、太ももを鍛えるのが一番代謝上がるとか言うやん。僕はこの脇腹の肉がもうどん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 増えていってね、はい、今だからこのビリーのツイスト、横ね、あれ1日1000ツイストってのやってます今、はい、腰大丈夫なんですか。あ、全然腰は余裕、うん、そう、ちょっと痩せなあかんもうっていうんでね、ごめんなさい。ケンカラジオ GT 第268回、はい、ね、我々はどちらへ太郎さん連れて行ってくれましたか。今日はだからまさにそういうことです。運動するために今日来ましたよ。お、ここどこ。下高井戸の、まあ近いなあんた。下高井戸の名前は言わんとか、あの下高井戸公園にしときましょう、あるんですけど、ここなんで、ここってね、すっごい広いとこで、こう無料でトレーニングできる、まあちょっとした公園みたいになってるんですけど、ここもう一つのね、あれがあるんです。なんで連れてきたと思います。あれってなんですか。これね、夜になったらね、ちょっとこの公園に誹謗中傷になったら嫌やから公園の名前伏せますけど、発展場ってあの男同士でできるとこだから筋トレした後にそのままできます。それで今日のそのあれですか、ユーネックの服着てるんですか。そうなんですよ。ユーネックのホモティ、はい、24時間空いてる綺麗な便所もあるから、多分そこで。何、24時間空いてる綺麗な便所。筋トレした後にで、近くにスーパーあるんですよ、そこで多分ささみ食って、はい、そのまま多分筋トレしてささみ食って、そこで24時間のトイレでセックスしてっていう。で今日連れてきました。どうせ書くなる
どうせ汗かくなら違う書き方しようぜっつって、はい、アニヤね、アニヤ、はい、そう、アニヤ、アニヤがね、アニヤの感じのそれで野球して汗かくぐらいだったら女台で汗かこうぜっつって、ね、なんトーコに言ってビンタ張られるでトーコは涙目で走っていくっつってアニヤね、書くわけたらあいつあれ高2とかなのかな、あいつだって高1高2とかそれあのソファーでやってるっていう騎乗位してたから、ね、ルーキーズまあ、俺なんか中1とかやったからあれが騎乗位ってわからんかったもん、女の人がなんか乗ってさこれ なんだこれはと思って、今日は発展が来たんで、てかまあ言うけど森田先生の森田正則先生、はい、森田正和、え森田正則、正則先生の各女性キャラみんな美人よな、美人よね、あれと ブスも美人に変えちゃうやん、うん、それなりにね、だからトーコも美人やったし、その相手も美人やったし、はい、なんかもう悶々としたな俺は、悶々としましたね、アニアいいなと思って、はい、かっこよかったですね、アニアかっこよかった、アニアは、アニアだけまあ真面目にやってたよ、あので新庄とかが相手に暴力振るっちゃったからアニアは心の中でやめてくれと思ってた描写があったよ、なんかアニア150投げるからね、すごいよな、でもあれストレートしか投げられんからな、うん、で当時さあのむっちゃ悪い高校が目黒川高校で、目黒のところで、アニアたちは二子玉川の二子玉やね、二子玉ね、遊びに行って思うんだけどめちゃくちゃええとこやから、そのあんなやつおらんかったで、目黒もさ、目黒も二子玉もさ、あんなやつは一人もおらんで、ほんま六で足ブルース書きすぎたやろな吉祥寺もそうやん、これラジオでも言ってるけど、うん、いや吉祥寺でもちょっと治安悪いよ、まあ、あの二将棋とかの方よればね悪くなるけど、エタリさんおるからな、ああそうかまあ、なあまあね、今日は発展場から鍛えて、小野さん、あのグラウンド走れるから、走った後こうなんか懸垂できるやつもあるから、懸垂はすごいいいっていうね、懸垂したい、ほんまに懸垂は全身を鍛えるっていうから、うん、ちょっとほんまに頑張るわ筋トレ、はい、懸垂とスクワットとかいいんですよね、はい、あそうだからスクワットがめっちゃいいねんって、やっぱ足腰鍛えな、足上げ運動もやってんね今、あ素晴らしい、ジジイみたいなことやけどな、はいそのさ手をさ後ろでこう組んでさ、その場で足だけ上げる、それを右と左で、1日1回ずつ増やすってなってて、今、それぞれ53回ずつやってます、小さなことからね、ただやっていかんダメなんですよ、激しくしすぎたら今度は飽きちゃうというか、もうなんかやるのめんどくさくなっちゃうから、なんか軽いのでいいらしいね、もうめんどくさくならんように軽いのやっていきましょう、あとは痛風ならんようにね、あ筋トレで爆発するパターンあるらしいから、そうやね、なんか言うね、うん、誰かがなったっつってた、この間なんか筋トレしてる時に痛なったっつって、ボディービルダーとかはタンパク重要視しすぎてササミとか食べまくるから痛風になるとか言うね、なんか結局偏らんように、ね、変色になってしまうとな、そうやな、うん、うまいことしてね、まあ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 、はい、ちょっと僕は、まあ、まあ当分ちょっと俺のこと豚って呼んでくれ、まあそれ今締めで毎週発表するから体重、あうん、でもあそういうのが大事やん、ほらあのこれはっきり言って僕だけの問題じゃないんですよ、はい、これ黒木 P 聞いてますか、黒 P ですか、黒木 P も痩せるって言ってましたよね、あこれ僕体重発表しましたから、黒木 P はなぜか体重計を景品にするという謎のことをしました黒木 P も体重測って一緒に痩せましょうって言ったから、はい、すごい、うん、体重を毎日意識することによってそのこうね迎えるっていうか、これは素晴らしい、うん、毎週公表して、はい、増えてても俺は全然減っちゃいないで、まあもしかしたら筋肉が増えてるかもしれんよ筋肉分が最初は筋肉体脂肪とかも調べれるやつなんですよ、うちの、あーええやつね、はい、まあまあちょっとまたじゃあとりあえず今日は75にしとこう、はい、うん、体脂肪は何ぼやったんですか、あいやごめん測ってへんねん、ああそうか、あの体脂肪はなんか登録せなあかん、ね、ああそういうことね、全部ね、また体脂肪もじゃあやっていい、一回登録したら全部消えて俺80歳になっちゃってさ年齢あれ年齢で変わんねん、うん、うん、そうそう、なんか知らんけど、うちんちのもそうやけど、あれで代謝も測れるから多分測れるやつよ、代謝、そうそうそう、代謝上がってんのもちゃんと確認せな、とりあえず今は半身浴を結構やったりもしてる、はいね、ということでございますね、さあ、ちょっとライブ振り返っていきますか、ライブね今回は結構バババババッとあったんで、ありましたね、はい、前回から言うとあれかセンターマイクですね、はい、センターマイクと私たち新ネタ2本、新ネタ2本対決楽しくやらせていただきました、まして、初勝利、我々そうです ねようやく1勝しました、はい、で、なんで勝てたのかな、わ、まあ、まあいいネタができたんじゃないですか、そっか、はい、まああの勝てまして、まあ、それも全然まだまだ最下位なんですよ、はい、はい、あでもあの
結構ね、あの僕ら見に来てくれるお客さんも多かったんで。そうですね、ありがたかったです。ありがとうございました。ありがたかったですね。2試合して、1勝1位、まあ、3組戦うんですけど、はい、1位と2位取りまして、うん、なんか結局最下位やけどダンシングさん同率最下位で、そうだよね、ダンシングさんすごいな、なんであんな最下位で今度出したけどめっちゃ滑ったなダンシングさんダンシングさんもなんだよ、いや滑ってた、はい、まあでもほんまになんか弱くて、別に おもろいね、おもろおもろい、うん、だからいつもめっちゃウケんのに、でだあのね、満腹の桑本さんとか見てて、うん、宮津さんが突っ込むたんびにシーンってなるから、うん、ハマってへんやんこれってめっちゃ笑ってて、なんかバカにしてねんけど面白かったです。普通に満腹さんも結構まあまあ弱かったもんな、ね、なんか、ま、これだけ共通してるね、ギンギラさんが強すぎる。うわ、あのライブはね、ギンギラさんがずっと勝ってるな。だって僕ら一勝もしないもんな、ギンギラさん、うん、3回戦ってまだ0勝やな、うん、すごいずっと勝ってますよ。ちょっと強すぎるなっていう、強すぎます、まあ、このままチャンピオンなんかそんなあるんかな、分からんけどなっていくんじゃないですか。いやこれちょっとなんとかして止めないとね。そうですね、魔人がおもろかったな。魔人おもろかったよ、うん、なんかクソ滑ったクソ滑ったって言って2本とも、うん、でも2本とも1票差で2位やね別に普通におもろかったけどね、うん、でまだなんで2位なのって顔がそうそうそうずっとなんか納得いってんかった。なんか怒ってんねんいつもあいつらだから、ね、めっちゃおもろかったけどな、なんで怒ってんのって勝たれへんかったから、それとも分からへんねんあいつらな。お客さんにキレてんじゃんなんで票入れてんだよっつってね、ということでセンターマイクと私たち次回が5月の10日ですね。5月10日ですね、わかりました。次我々は7時の部に出ますんで。そうですね、今回はちょっと夜遅い部だったんで、うん、9時の部だったんで、はい、はい、ということでよろしくお願いします。見に来ていただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。さあそして翌日13日土曜日が、ズンズンポイポイのアナカク6。アナカク6ですね。あのたくさんお客さんに入っていただきました。そうですね、はい、ありがとうございました。いや嬉しかったですね、久しぶりに結構な、はい、第1回とほぼ一緒ぐらい入りました、うん、入りました、はい、大盛り上がりでね、もうほぼ満席になるやろっていう、新ネタ1本しかしなかったんですけど、そうもうこっからはそのかけるやつやからね、ちょっと、まあ、M1 の1回戦用の2分ネタ2本、うん、で2回戦用の3分ネタ2本、うん、であと新ネタ好きなネタを1本やるっていう感じでやらせてもらったんですけど、うん、なんか結構いいネタできましたね。そうっすね、手応え的に、うん、2分も2分も3分とも、まあここまあここでまあ話してもあれなんですけど、あの以前アナカクでできたネタで、はいはいはい、すごく受けるくだりがあるんですよ、うん、なんかどのライブでもなぜか、そうそう、そこだけはほんまに滑ったことない、でそこが大体2分近くあるから、うん、2分近くっていうか、うん、もうそれだけ切り抜いたネタ作ったらいいんじゃないっていうことで、うん、なんかね、間に小ボケ入れたりして、そうそう、でそこのだけ抜いて、で それがだからそのボケが丸ごとハマる設定を考えてやったら、うん、まあいい感じでね、うん、あの盛り上がりまして、あちょっとこれを叩いていこうかなって今後思う感じですね。そうっすね、いい感じになりました、はい、あとその新ネタの方5本目のネタがね、はい、ちょっと奇跡的な肝ネタができまして、これね、勝ってみてください。はい、そうですね、見てもらおう。もうはっきり言いますよ、僕一回ネタ降りたからね自分で笑ってもうて、あとここで謝っておきます、はい、前のお客様が一番前のお客さんがその後ろのお客様にでかい唾の塊当てちゃったんですよ、はい、もう笑いこらえにプワーって飛ばしちゃって、あれは本当にすみませんでした。うん、リクームやったかな、口からエネルギーぐらい出てた。そうそうそう、リクームなってるな、イレーザーガン、イレーザーガン、イレーザーガンぐらい出てた、ね、あれクリーンが上から思いっきり蹴ってあの口閉じさせて、ね、で歯をボロボロにするって鼻から出ることする。そうそう、イレーザー、スラモノのイレーザーガンをね見るためだけでも鼻がイレーザーガンのシステムを弱くないあの鼻から出んねん、イレーザーガン見るだけでも鼻がくんあれ買うんは。いや配信またあの今回、はい、多分マジでめちゃくちゃおもろいんで、はい、いつもまあおもろいと思ってやってるんですけど、今回いいですよ、はい、マジで希少ネタできたんでね、はい、まあ、それを含めてまだ見てください、はい、皆さん、あとお客様にもいろんなもめちゃくちゃいいアドバイスいただいて、いやほんまにアドバイスでよくしていってる、はい、あライブなんでね、ほんまに気づかされるの、本当にあこれあかんねやって僕らわからないのよ、ほんまにもうおっちゃんやから、おっちゃんやからもうねおっちゃんやからわからんけど知識ないおっちゃんっていう一番やばい、あこのワードあかんねやとかわかるから、ありがたいことにね、はい、ぜひぜひご購入ください。あとなんかごめんなさい、なんかね
キャリーケース引いて来てくれてた人、そうですね、旅行でカップルなのかわかんないですけど、はい、男女の方で楽しかったですって言ってくれはって、ありがとうございました。なんかであとアクスタも購入していただいた、あ、そうです、アクスタも購入してくださったお客様いて、ありがとうございました、ね、どん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 広めていってください、はい、こういうライブがあるよって、はい、ありがとうございます。これはあのね、M1 終わった後もセカンド用のまたやると思いますんで、そうですね、はい、うん、形を変えてやると思いますんで、はい、とりあえずこれはでもあのやっぱ意味あるライブだと思いますんで、はい、本当になんとか今年の M1 ね、あの次に一個先へ行けるようにね、うん、ちょっと頑張りね、なんとかね、積み上げ残して頑張っていきたいと思います。ステップアップできるように頑張りますんで、はい、はい、次回の穴かくがですね、5月の、16です ね, 16, ね、16木曜日、はい、時間が8時ですね、8時です、8時から始まりますんで、はい、ちょっともうゆっくりしてるんで、まあ、余裕があればぜひぜひお越しください、はい、来てください。はい、そして翌日、日曜日14日ですね、マノス、あ、マノスでした、はい、ありがとうございました。毎年毎回恒例ね、とんでもない盛り上がりライブです、超満員、お客さん超満員で、うん、すごいですね、マノスはほんまに ね、もう特にオープニング MC もないし中 MC もない、ネタだけのストイックライブなのに、ね、毎回あんだけの方が来る、ありがとうございました、毎回出させてもらってね、いや本当ザクセさんありがとうございます、はい、ザクセさんもうこれはもうぜひぜひまた次回も出させてください、お願いします、はい、お願いします。マノスで、マノス終わり、僕はあれさん、ね、G コイクラブっていう、あの西野野沢さん、今回の久しぶりにトム・ブラウンの布川さんも来れて、足怪我してはんのに来れて、あとダーヨシさん、スーパーニューの大将リゴちゃんと僕で、日本クレヨリゴと、はい、ズンポイプ太郎でやったライブ、大盛り上がりです。まあこういうことはもうないです、その配信なしでしょ、配信もなしです、言ったらあかんこととか言う、もう来てもらった人分からないけど、これも言えるかっていうさ事故どこ、場所どこやった、場所はね、なんかね、新宿ワープっていう、ね、うん、なんか大陸がなんか量なんか量使ったとこで、もう外から丸見えのとこで、フォークなんとかっていうとこ、あ、トーキング、あ、そう、また違うね、音は違うんか、ね、ワープはワープなんか、うん、ほんま、まあ、なんかあの甲州街道沿いにあるんですけど、まあまたいつか使えることがあれば、そう、まあたでもお客さんもすごいずっと笑ってて楽しかったです、はい、いろいろな、布川さんもこういろんなこと言ってくれて、布川さん足どうしたの、足あれ水道の企画で、水道やったっけ、相撲で、ね、あれで怪我して、ああ、怖、コンビ相撲、そう、そんなん未だにあんねや、怪我する企画、気をつけてくださいね、役同士やから、ちょ、気をつけてくださいねっつって一応お守りも渡して楽しかったんで、ライブは結構、布川さんももうやっぱこうね、テレビもうすごいテレビ出てるやん今、うん、こう言われることがあると、こういうの壁を壊していかなあかんって野々川さんがもう炸裂してて言ったかんこと、もうすごい面白かったです、2時間もう何も言うことはありません、満員で、どのくらい入ったんですか、まあ、ちっちゃいところで30何ぐらい、すごいね、もうすごい、ございました、みんなドリンクの差し入れとかもいただいて、俺も見に行ってよかったわ、いや来てくれてよかったです、はい、場所知らんかったしまあそうっすね、はい、いやさ、そうなんです確かに日の市で帰ったし俺、はい、バイトある言うて、また ね, たんでね、またやることあると思うんでお願いします、お願いします、はい、さあそして翌日15日月曜日が B 級漫才部、 B マンですね、はい、うん、楽しかった、恒例、ね、の我々リーダー会で、はい、我々リーダー会でなんとかねお客さん1名来てくださいまして、はい、根本さんのおかげで助かるというねただそのお客さんっていうのがね、うん、あの元ソニーの芸人でね、うん、ペッペ君っていうねあのペッペ君ですよ、ペッペ君、僕はね鮮明に覚えてるんですよ、ペッペ君、なんでかっていうと僕らが初めてソニー入った時初日やからってこと手伝いさせられたんですよ、そうそうそう、で右も左も分からん状態を教えてくれたのがペッペ君、めっちゃ後輩やったっていう、うん、ペッペ君よう笑ってくれたな、ペッペ君むっちゃ笑ってくれてたね、その教えてくれた時、そのもともとヒートの人やったから手伝いその1回しか会ったことなくて、うん、暗いやつやなと思ってて、うん、それやって、でも僕らの子多分後輩や思ったから、うん、それやって、それやって、あれやってみたいな感じで、あ、はいはいはいってやってて、暗いやつやなと思ったけど、もうトークもずっと笑ってくれて、お笑いやめて解放されたんだ、あ、そうやろ、もうすごい、もう拍手もするしさ、ずっと笑ってた、ペッペ君だけで助かりました、いや、ペッペ君一人で5人分ぐらいのね、ね、もうペッペ君って言いたかったな、うん、VTuber 漫才部は、毎週月か金とありまして、はい、我々は、ね、また次出るときは、火曜あ、火曜日出ます、これ
ビーマンのカボスいるじゃないですか、はい、ワンダーワンさん一言目全く何言ってるか分からなくて、あやばかったな、電車で行ったなんかあの体調悪かったとかのすぐ帰ってきたんですけど、まあ、でも50万やからなほんますごくてすごかったよ、ただおもろかったのはあの人は猫ミームやったやん、急に猫ミームハッピーハッピーハッピーってジジイが2人で気持ち悪かった、めっちゃキモかったな結婚式の余興じゃねえんだよっていうか余興でやらんやろあんな気持ち、あんなもん首やもう親に殺されるぞあんなやったらカボスカボスの話ですね、別に見しまえば、ね、本当にね、お願いします皆さん、はい皆さんお願いします、また今お願いします、はい、そして、翌日16日は羽根ですよ、いやー久しぶりとんでもない、僕ね初めてというか、まあ、がっつりネタ見たんですよ僕ら、あのねちょっといろいろ、まず演者がすごくて、そう、ロビフトさん主催でございまして、ザ・セカンド、ね、ザ・セカンドの、ベスト16に入った人たちをメインにやろうということで、で8行くぞっていうのはベスト8に行くぞっていう意味で、はい8行くぞってタイトル、対策ライブってことですよね、はい、でロビフトさん、半次郎さん、半次郎さんで、タモンズさん、囲碁将棋さん、が、勝ち上がってる、勝ち上がってベスト16で、そのゲストで、はい、ランジャタイさん、はい、モダンタイムズさん、三日月マンハッタンさん、三日月マンハッタンさんでツーナッカンさん、もうすごいよ、このビーチでやるライブじゃないのよでここに我々が行くというねなんか前説みたいな、あいやまあトップバッターでガッツリ出してくれと、ネタしてって言われても、そのところがね、前日にね、ランジャタイさんが仕事入りまして、8時に出なあかんということで、20時にまさかの一番バッターランジャタイさんになる、次俺らって意味わからんすぎる、だって僕らの説明なんかないからさ、そうだそう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 、こいつら誰やねんはっきり言うとだからもう緊張はめっちゃしちゃう、その中でこいつら誰やねんの中でも、その顔見知りのお客さんがね、ビーチのお客さんが何人かやっぱ来てくれた時に、僕いらっしゃいませって時にいつもみんなこうやってガッツポーズ頑張れっつって頑張れやん、もうみんなもうもうそういうところやから、そういうところやから、もう頑張ってねって言ってくれて、いやー緊張しました、緊張しました本当にね、でもまあまあ楽しくできましたよ、楽しくできた、いざやればねこんなんなんか言うのは恥ずかしいんですけどね、北村村長がずっとね打ち上げで ね、お前らかっこよかったよ今日あの中でさ、あんな堂々とさ自分たちやりたいネタふざけてバッチってかっこよかったずっともうペロペロって言ってたな、はジュリンさんもね、褒めてくれてね、あ、そうやね、ジュリンさんもあのボケはもうすごかったとか、ね、あのライブの前にビーチの漫才部あって、その場にの青いママジュン須田さん、うん、須田さんにたまたま道で会うたんよ、うん、ほんで、おー、太郎、あ、その八行くぞ出んにゃん、すごいなのライブ、あー、もう緊張しますわって急に肩バーンって叩かれて、お前らしく行けっつって帰ってて逆に嫌だったそのあんたが言うな、なんか成し遂げた人みたいな人で、あ、もう帰るんすかと、お、俺ゴミで5時起きやいって帰ってた走ってねえな、めっちゃな、そういうちょっと走りまで走ってるとこ、いろんな人も笑われてるらしいなそのゴミ収集所で走ってるところ、あいつ走ってるって近所のおばちゃんとかにめっちゃバカにされてるらしいだめでもあれは関係ない、走らな間に合うからあれ合ってる合ってると思いながら、いやいや、ね、面白かった、すごかったです、もう皆さんも大受けで、ちょっとこれもうほんまにずっと拍手がない、もう ネタがっつり見てちゃんとボケ もうちゃんと勉強させて、もう袖でずっと聞いたけど、いやもうレベッチの人の戦い、もうトリーの囲碁将棋さんなんかもう、いやあれはねもう震えたもん、もうすごいな、震えた、ちょっとまあネタバレになるかあんま言われないですけど、ね、テーマがめっちゃありきたりやって、うん、で、あーやっぱこのレベル、この芸歴の人でもやっぱありきたりなやつやんねやと思っててんけど、もう内容が全然ありきたりじゃなくてだから入り口がもうガバガバに広くしといて、もうそっからがすごかった、まさに奈良原さんにさ何回も言われたテーマありきたりで言って中でなんかやれよっていう、そのすごいよあれ、ずっと拍手やった、あんまりすごいですよ、あの文田さんに挨拶してね、うん、囲碁将棋さんの、うん、なんか不思議な方やったな、あめっちゃいい人だね、しゃべってくれてね、 SMA ずんずんぽいぽいと申します、うん、ってよろしくお願いしますって言ったら、え最初からソニーじゃないでしょって急に言われて、うん、どっかやってたでしょって言われて、うん、あ、まあ、あはい、はい、あ吉本でやって、ああ大阪でやってました、何期何期みたいな感じでもうどん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 話してよ、弾んでいって、えじゃあ誰誰同期かみたいな、もっと怖い人かなと思ってて、めちゃくちゃ気さくな、めちゃくちゃ優しく話してくれて、
一応ね、タモンズさんとかも。タモンズさんめちゃくちゃいい人。タモンズさんはもう打ち上げでも一緒に。超いい人で。そう、もうずっと一緒に横やったから、タモンズさん、うん、安倍さんが一緒だったから、うん、ずっと喋ってて、うん、普通にやっぱあのクラスの人らってやっぱ芸歴も重ねてるからさ、はい、やっぱもうなんかいろんなこと分かってるからさ、辛さとかも、うん、なんかもう普通の話するよな。そうやね。そんな別に変な話とかせえへん。うん。なんかほんまいい人らやったね。いや、めちゃくちゃいい人やな。うん。だそのちゃんと自己紹介できなかったのが、通なっかんの中本さん と、囲碁将棋のあのね、ねだちさんだけちゃんと、うん、すぐ行っちゃったりとかしてね。そうやね、そうやね。あと時間入り時間もちゃうかったから。うん、後の方に挨拶できたんやけどね。いやいや、よかったっすね。あ、囲碁師匠の根立さんもすごいいい人やって聞くもん。なんか、リゴちゃんのほら、ゲストのラジオトーク、面識ないのに出てくれたやんさ。うん、あの、黒帯を返して10分喋るやつ。でも、ほんまにめっちゃ礼儀、腰低い人で。そうやね。お疲れ様でした、ちゃんと僕に言って帰っていってくれはって。いやー、いや、大木さん呼んでいただいてありがとうございました。いや、大木さん、ありがとうございました。超勉強になった。すごい、ロビンさんも受けよかったな。うん、ロビンさんそう、めちゃこんなやったら失礼やけど、この間の芸人審査でやったネタで僕らより下やって、順位もね、芸人票はね、でも自分の中ではやっぱなんかでやっぱりお客さんに受ける方法とか分かってるから、うん、そうもうすごかったよ。もうなあ、すごい。だからもうあれ行くんじゃない、やっぱファイナリストってなんか分かるんちゃう。テンダラさん勝ってますもんね。いや、そうやね、そうよ。でちゃんとだから地型で買ってるわけやからな。ですよね、うん、いや、これも行ってほしいですね。これ多分ロミンさん行けば多分久しぶりにビーチ部会もしかしたらやるかもってことで、あと8行くぞの次のやつをやるって言ったから。ああ言ってた。そうそう、だから絶対買ってもらわなあかんね、うん、まあ僕ら呼んでもらえるかもわからんけど、うん、次で僕らだからザ・セカンドで三日月マンハッタさんがズンズンぽいぽい、じゃあ来年が一番狙い目だから、まず理由として今8行くぞ出てるおじさんたちがどんどん体は疲弊していくから疲弊のスピードはすごいって言っててね。であと来年M1 卒業組で強いのが言うと大宅。大宅しかおらんっつって、俺の同期がそうなんねんけど、同期言うとダディとかインディアンスってちょっと後からまた組み直したりしてんねん。それであと1年ぐらい多分遅いんじゃない。1年2年。セルライトスパは、セルスパはじゃあ出てくるんちゃうかな。出てくるか、あっちも強いけどな、うん、まあまあまあ、うん、まあ大阪のことは知らんもんな。そうそう、東京で確かに大宅ぐらいなんやと思って、あ、そうやなと思って。影山は、影山もたんかな。いや、影山は多分あ出てくるんかな。出てくる多分昔から影山やわ、うん、でもまあでもそんなおらんやん言うと。今までなんかバッて出てきたのに、うん、その29期さんの時なんか金属さんとか出んかったけど、森見取り図さんがいっぱいいっぱいうわーっとったわけで、いや、すごいライブでしたよね。来年からザ・セカンド出れるんで。あと やっぱトシさんエグかったな。あ、トシさんの平場回しがエグすぎて、やっぱ、うん、もう制圧してた完全に、うん、あのメンツ。そうですか。いや、ちょっとこんなやったりしてるけど、あれは嫌われるでと思うんですよ。あの、僕ら慣れてるからさ、そのもう多分僕とかやったらやっぱ後輩もあるし、振られたら全部やる、もう滑っても、うん、あの人滑らすのがさ、あの好きやからさ、うん、僕らやったら振られたら絶対やるけどさ、うん、そのとしさ、その吉本の人らにさ、おめえなーとか言ってもうめっちゃやらすから、もうそので僕らにいつもやるさ、まだ早い、もう一回行ける、もう一回、まだ行ける、まだ行けるみたいな、あれをさ、あの通なっかの中本さんにやってさ、先輩やねん、中本さん。後々調べたら先輩やって、うん、3年ぐらい先輩やねん。なのにさ、あのとしさんちょっと お前じゃあ何ができんだよっつって、それでいや、俺はなんとかなんとかだって、いやまだ、そのなりのりはまだいい、まだやんなくていいからって、まだできるからもう一回最初からやろうとか言って、もうすごかったもん、あれ。だってもう最後の方またやり仕掛けたらさ、うん、あのタモンズの、あの大波さん止めたもん、うん、速攻で参りましょうっつって、うん、そしたらもうトシさんもそれもプチーやで、止められてるから、あー、これね、これがあれ吉本のノリ、あ、じゃあやったらいいよお前らでやれよって言って一人で全員と戦ってる。すごいわあの人マジで。まあ、終わった後に、まあまあ全然こんなん言っていいか、根立さんが、うん、あの中本さんのとこ行って、すいません何もできなくてって謝ってて、本来ならこうたったま吉本助けるノリあるの、ごめんちょっとできなかったすいませんっつって、ああっつって、まあしょうがないよってその中本さん、しょうがないよあれはっていや、ほんまにすごかった。もうトシさん今まで見てきたけど、ほんまにエグかった、あのもう回し方が、スタイルウォーズが、だって MC ロビンさんやねんで、
ロビンさんに一言も喋らさない、ね、全部真ん中で、で中本さんにお前真ん中行って喋れよ、ちゃんとやれよとか言うんだけど、いいなんでいいんだよとか。すごかったね。すごかった、あれは勉強にはならんかった、うん、もうあれはあの人しかなくできへん、うんうん、そうやね、あの人しかできへんな、すごいわ。で終わったら終わったで打ち上げ行こっかって、ちょっと元気ないねんな、うん、もう全部使い切ったから井の一番に打ち上げ会場行ったもんね、重い荷物担いで、ね、面白かった、ね、いやいやちょっと本当にねいい勉強になりました、うん、三日月マンタンさんのあの解析あの高考察というか、あれえぐいわ。でもいいことも聞いたね、 M1 との違いを、うん、にいやもうでもあれ言ったのは又吉さんやろらしいね。でも又吉さん何も言わへんねんな、うん、もう覚えてないっつってあのよかったね、あれ聞いたらよかったね、ほんまにチャンスあんねやって。そのいやいいライブでした、やっぱちゃんと芸歴重ねてる人おもろいって分かりました、分かりましたね、強くて、ね、楽しかったです本当に。皆さん行ってください、はい、また行ったやつ次の8行ってください、大木さん呼んでくれるって言ってくれたから、このメンツ呼ぶって言ってくれたんで、8行ってください皆さん、戦えるように修行して頑張ります、はいはい、という感じですね、以上ですね、じゃあ終わろうかもうラジオ、はい終わりましょうもうな1時間半ぐらい撮った、キモカツでしょ、たぶん珍しい、まだ40分もいってなかった、あマジですか、あれいつもキモカツはキモカツですなんかありました、まあまあ運動じゃないですけど、はい、この前あの昼間ビーチ部行ってて、そういえば俺も運動せなと思って歩こうと思って、結果的にあの途中花見を挟んだんですけど、三輪花見っていうのを挟んだんですけど、はいはいはい、あの千賀から下高井でも初めて歩いて帰って11キロぐらいあるのかな、おお歩いたね、はい、膝が終わりましたね、かなりいやわかる、急にそんなにしてたの、いや今はマシになってきたけど、次の日もう労働でしんどうてしんどうて、夏場去年忘れたけど、はい、ふと思い立ってね、はい、私歩いたんですよ、はい、みんなに言ってなかったんですけど、はい、言ったか、海浜幕張公園まで歩いていこうと、おお、やばいやろ、え絶対無理です、30何キロや、36キロとか7キロ、うん、海浜幕張の2個前まで行ったで、南船橋とか、あ、多分そこまで行った、じゃだいぶ行った、朝一起きて、うん、でまあ、ただ言わせてもらっていい、うん、びっこ引きになって思った、あそうや、もう最後もう帰った、チャリでも5時間ぐらいかかりますよ、そう急にそんなんだから、いやでもう 2,3 日もうあの歩けない、だからもうキモカツ入れてもうてもやばかった、だからもう尻尾張りまくって痛み止め飲んでいったもんあの時で海浜幕張まで行けたらかっこよかってんけど、もう夜なってもうギブアップやった、あるでも歩くんが一番いいって言うやん、ほんまに、そのだから、ね、そんなだからこんななアホみたいな急に歩かんでいいから1日2キロとかでもいいから、そういうことやねん、俺アホやねん、それで家帰ってみたらさ、うん、あれやでバンズの靴穴開いたの、いや本当にそのレベルだと思います、で31キロ歩いたんか、そのウォーキングシューズも買わない、何時間歩いたんですか、ねあれ何時や、朝のね、俺は大したことない、朝の9時ぐらいに出発して、で7時ぐらいまで夜のですよ、うん2回ザバス飲んだ、で家帰って太ってて最悪ザバス飲みすぎてたから、だから俺も11キロ歩いたけど、全部で言うと歩きながら飲みながら歩いてたから、缶ビール6杯とハイボール缶の3杯と最後サワーも飲んだから10杯飲んでるから、全部ロングで終わりやちゃんとウォーキングシューズ買って こういうなんか、いやなんかな、そうそうそう、ちゃんとな、それを3キロでいいから、酒飲んでたらもう徘徊ですいやそうやね、それはウォーキングじゃないいやでも歩くんはいいらしいんで、ちょっとね歩くしないとね、はい、まあ私はそんな感じです、もうあとはまあもう言ったら肝弁が潰れたんで、あもう潰れた、はい、もうなくなって、今肝弁の渋谷店っていうもう大都会で今移籍したんですか、移籍して渋谷の、時給上がんの、ああ上げてくれるみたいな、渋谷時給に、渋谷って時給めっちゃ高いねんな、うん、そうそうそう、それ時給に してくれるってことで、普通だって忙しいっしょ、忙しいっすね、全然、うん、なんかめっちゃ忙しい、大都会でなんか、あ渋谷でバイトしてんねやと思って、まあバイクで行ってるから、そのまあ、あんな大通りなんか行かへんよ、だからマシやねんけど、さすがに、ね、いやいや渋谷なんかで俺働きたくない、いやいや、うん、ほんま渋谷、いやいや、でもね昨日はね、珍しく配達行かなあかんくて、道玄坂とか行ったけど、いややったわ道玄坂って言ったら AV でしか聞いたことないよ、汚いわ、あんなとこ、今渋谷でバイトしてるんで、
太郎さんにも話しましたけど、この間ビーチ部漫才部の時に、はい、うちのキモカツのね店長がね、あ、そうですよ、これそう、この話すね、元芸人説が浮上してます、ちょっとこれ言ってくださいよ、これこれギャルさん判断して、もうだからたどり着かれてる可能性がある、このラジオ、うん、この話判断して、あのね、この間ね、僕12時だったんですよ、なんかまんま言ってよ、もう、はい、でね、あの早めにライブ終わったからチャリで向かったら11時ちょい過ぎに着いて、でバーって事務所行ったら店長とかで、うわびっくりしたって言って、もうさ早いっすねって、いやちょっとライブ終わっちゃって、もうこの時間から入ってもいいですかって、1時間早いね、お全然入ってください助かりますよ、うん、ってことは今日あれっすか芸商っすかって言われて、えっつって、そうやねん、え、いや違います、まあ実際池袋やってんけど、違います、ああじゃあ下北空間リバティっすか、いやおかしいね、違いますね、普通じゃないんだ、ちょっと池袋、まあ、そこでさ池袋にある激パっていうところなんですけど、俺言ってもうて、そして検索されてさ、うん、いや激パなんか最近のやつやもんな、だからまだそこは、で、てか小野さん事務所どこなんすかって言われて、いやまあまあそういうのやめましょう、お互いに検索やめましょうちょっと、うん、サンミューズか、サンミューズがいきなり出てくるわけない、いやいやそんな、まさかまさか、じゃあ SMA ですか、いや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 、そんなわけないでしょ、もう嘘ついちゃって、 SMA って言ったんですか、うん、そうやね、もうソニーって言わへんや、うん、絶対普通、いやいやあのちょっともう出勤しますっつって、うん、で何日か後にまた出勤した時に店長と入れ替わりやってんけど、そしたらでもあれっすよね小野さん、M1 って難しいっすよね。え、どういうことですか、ね、いやだってあのまずそのやっぱショーレースの緊張感もあるじゃないですか。だからちょっと声震えちゃったりとか、思ってる声の大きさが出ないとか、やっぱその2分っていうのを意識しちゃうと、ちょっとすいません、もうそろそろ聞こうと思ったんですけどって、元芸人さんっすかって言ったら、いやいやそれは言えないっすよ。じゃあ芸人やないかっつって思って、攻防が始まる。じゃあ絶対そうやないかっつって思って、いやいやまあまあまあ帰りますねって帰っていって。芸人でしょ、十中八九。いやそうでしょう。正直その一般の人ってさ、もうあの吉本以外事務所もほぼ知らんやん、うん、知ってて鍋プロとかサンミューなんかだって出てこないやん。あその SMA で僕が言った時に言ったのが、うん、いや普通の人たち、普通の人というかみんな大体吉本ってから聞いてくるじゃないですか、うん、いやみんながみんな芸人吉本なわけないですからねって普通に言ってきて、もうだからもうそうやね、あんたサンミューいたひょっとしてとか思って、リバティを 今知ってるっていうのが、もうそうやね、でもリバティ知ったのはなんか言ってた、なんで知ってるんすかって言ったら、なんかもう一人ほら太田プロの子がおるんだけど、あいつがこの間行ってたからですよ、そこでライブとか言って、それでも覚えへんやろ、そうや覚えへんよ、だってもうそんなん覚えへん、一回じゃ芸商って言い方かな、そう芸商、中野の芸能なんとか、なんかその芸能小劇場っていうのは多分ブロードウェイとかのとこですかとか分かんない、芸商ですかってそんなスラスラ出えへんってか、見たことある、おいくつぐらいな、いやそれも分からんね、若くも見えるし年にも見えるっていう、僕より下なんかな、分からんけど、ね、ちょっと関係者ではありそうですね、ありそう、ちょっと探っていくか、ちょっと探っていきましょう、でお互い言わなあかん時は来るからでこの間あれなんですよ、はい、これはちょっとまた話変わるんですけど、はいはい、5年ぶりにね、はい、エリアマネージャーに会いまして、要するに今の僕 のエリアマネージャーになった人が、僕がだ5年前に僕がヘルプで行った先の店長さんで、あめっちゃ芸人好きな人で、はあはあ、でその僕がそのヘルプで行った、まあ、ひばりが丘やったんですけど、はいはい、ヘルプでキモカツ行った時にちょうどその人が初店長日やって、ほう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 、でおらんかってん、はあ、でなぜかスタッフが一人だけおってバイトの、はい、えと思ってワンオペークスか僕ってなって、その人も帰るってなって、はあ、いやもうちょっとだけ一応残っときますけど、はあ、もう一人店長は、あ店長は今日ね、あの指を切ってね、ざっくり救急車に運ばれましたちょ切ってるよ、で夜に来て包帯だらけで、うん、あ、はじめまして今日から店長になりました、まるまるですつって、ごめんなさいこんな感じになっちゃって、あの何針縫いましたみたいな、うん、でその今日初めてとんかつをやるのでちょっと遅いかもしれないですかみたいな感じでいや、まあ、僕より全然遅かった、はい、その当時は、はい、でもともと肝牛におったけど、はい、もうちょっと鬱っぽくなってもうやめますってなった時に、はい、あのその上司に止められて、はい、一旦キモカツ行ってみてキモカツ行って考えてみたいなで、はい、でキモカツで
あのめっちゃ頑張って、はいはい、ついにエリマネになったって。ああ今素晴らしい。でさ俺も完全顔忘れてて、かんなんかその時と顔は覚えててなんて、はい、5年でやっぱ人間で変わるやん。まあまあまあ、まあ、年は全然上やって、うんうんうん、すごい現れ方してさ、あとんかつ開けててパーってとんかつ取って切ろうと思ってパって見たら横立っててスーツで上だけ帽子かぶって めっちゃでかいんですその人。そこまで気配がゼロだった。そうでえっつってその人もう仏の顔で、まま、前僕はあのホモっていう多分ホモやっつって満面の笑みでこうやってで最初一瞬わからなくて、あっおはようございますっつって、はい、やっと会えたねえお久しぶりですまるまるです、ああお久しぶりです、お元気そうでみたいな、5年ぶり、ちょっと待って、おろく、ちょっと待って、おろく。一回マスク外して、一回マスク外して、顔見して。いや、ほぼや、忙しいのにさ。ほぼやん。ほいで俺、パッてマスク外したら、あはー、俺だ、これ、この顔だいや、ほぼ好き。まだ悪い人ではなさそうな、ね。その速攻怒られたで。シャツ入れようか。おろくん、シャツちゃんと入れて。まあまあ、今忙しいからいい。いや、今終わってから、後でいい。いやでもそっか5年長い長い月日だったよねって、大変だったよ、一人で4店舗守らされた時代もあったしみたいな、もう結構話弾んで、誰ですか元気してますかとかいろいろやって、はい、なんかエリマネが来てさ、はい、店のあかんとことかチェックする、まあそうですね、それを最後さその表というかさ写真も付きでやって、うん、でこの店ここ直すここ直すみたいな怒られねえけど、はい、あもういいやとか言い出して、うん、この店別に結構いいし商品力高いんですよ実は、知ってる小野さん、この商品力高いんだよこの店は。そうなんですか。で掃除もねちゃんとされてるから僕がやってるわけですよ、うん、もうだからいっか、もうやんなくていっか、これから直で電話するねって言われて、えっ小野さんにってであれやってこれやって直でもう夜中電話するから起きといてふざけホモやないどう見てもホモデンホモデン来るやん、ホモデンホモラインやないかこれだから急に帰ろうと思って電話かかってきて、あれやってくださいこれって言って僕があんねん。それでねあのそのちゃんと帰った後、はい、まあ、みんなはあの人誰だったんですかみたいな、なるわね、偉い人だよねみたいな言って、うん、で店閉めて、もうよし帰ろうかなと思って事務所行ったらね、うん、こんなんが来てまして、ああなんか小包、これ取れるギャルさん、大きい包みが来てます。あの選ばれし、はい、そのキモカツの中では選ばれしスタッフにしか、オノ SW って書いてます。しかこの与えられない。はい、これちょっと開封の儀しますか。ああいいんじゃないですか。何かが分からへんねこれ。はい。食べ物かも分からんってことね。そう爆弾の可能性もある。ああいやそれやと俺は嫌やで。チンコの写真とか。いやそれじゃあそいつやんですって。うんちょっと開けますね、開封の時です。ビリッといけ、ビリッと。うん、ほら。あ、まあ、これは読めない部分がある、ね。ちょっと読めないですけど、とにかく、まあまあ、要するに今、キモグループが、すごい売り上げが、すごい今売り上げ、それはね、ええことやから、上げてるということで、それで多分、あの頑張ってくれてる。はっきり言って、僕のクラスってもう貢献した人たちに、はっきり言うと。長いこと働いてる人しかなられへんランクやから。ほぼって。あ、そうです、ホモランキングも上位なんで、人に置くだけが送られるというね。なんか見ましょうよ、ちょっとこれ開封の儀いきます。はい、中身なんでしょう。あ、そう来たかちょっと待ってそう来たかこれはあギャルさんが言ってたやつとほぼそうこれはやめてほしい。食べ物か思ったな。いや、これやったって俺菓子折りや思うてさ、菓子折りや思った。従業員の皆様へ、キモグループは令和5年12月23日土曜日創業以来初めての店舗売上高だから更新したと。はい、で、これも一重に各局に勤務していて、皆様まあまあいろいろちょっと端折って、あ、次の目標が書かれております。はい、外食業界トップ10入りを目標とするトップ10、外食業界としてもでも肝毛はまだトップ10に入られてない
ってことなの。多分世界のってこと。そうだ、マクドナルドとかも言ったら入ってくるのかな。そうなったらそうやな。日本マクドナルドとかね。そうなんか。そうそう、上には上おるわ。世界なわけやないわ。多分日本ででもトップ10入ってへんってことや。そら。俺入ってるもんや思ってた。だからキモのライバルのあそことかが強いんかな、そういう牛丼シリーズやと。牛丼っていうか、まあそれで言うと、ね、なんてことだよ。やっぱあそこがやっぱ超強いとかあるんちゃう、そこが。確かにね。ちょっとじゃあ居酒屋と鳥貴族とかそんなのもあるわけやし、そのちょっとこれマジで、まあ、これええやん。ちょっと待ってな、めっちゃええやん。ちょっと見せられないですけど、ええやん。これキモグループのロゴ入りのバスタオル、めっちゃいいやん。ふわふわでこれめっちゃいいやん。いいやつやな。よかったですね。いやバスタオルおかしいと思ったけどな。いやこれやったら俺キモカツのロゴ欲しかったわ。あー、うん、はいはい。これキモ牛、いやキモ牛でもないか、これ。あでもキモ牛か、キモグルグループやけど。そっか、でもまあまあまあ、じゃあ売ろうかメルカリでとんでもない額で売れるやろうな。欲しい人がおるんやったらでも欲しい人おる。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ開封の儀終わり。はい、非常に残念。いやいや、いいじゃないですか。いや俺ここでさ、いやいや、だってさ、あれよ、まあ、あまあそっか、だから飲食やってるとこが食べ物なんか渡すわけないか、まあね、そういうことよ、ね、だって僕、キモネコ、キモネコ運送っていう、うん、キモネコね、昔やった時は、そこはなんか達成した時、あれですよ、キモネコのロゴが入ったバカデカドラ焼きやったから、ね、あすごい、やっぱキモネコ武蔵ね。いや、まあでも多分食べキモネコ武蔵、あれの逆で。いや、そういや別にまああれの逆が武蔵じゃないけどな。まあでもね、いや気持ち武蔵佐々木小次郎とか、武蔵の逆は佐々木小次郎やから。あ、肝猫たける、肝猫たける、まあまあその、肝猫たけるやな。食べ物より高いですよ多分。いや絶対高いな、ちょっとこれ大事にするわ、うん、でもそうやね。でもまあコーヒー、コーヒーの瓶詰めとかでよかったな。いやそうやな、ほんまにマジで。そういう、あでもそれ多分ほら、外食業界のさ、ね、トップ10狙ってるわけやから、それをさ違うそのコーヒーメーカー、だから全部がライバルやん。だ飲食店全部がライバルになっちゃうから。そうなんですよ。そっか、ちょっと待って、逆にトップ10って言ったらどこになる。ちょっと調べてみましょう。飲食業界、ちょ俺言ってっていい、マクドナルド、日本外食産業、スターバックス、スタバ、マクドナルド、スタバ、あ出ました、日本外食産業のでいきますね、ここ1位、うん、それこそさ、すき家の方が上なんじゃない。マクドナルドは2位です。うわ、1位当てていい。これ1位、これ何？何なん？これ1位分からへんね。スカイラークグループは3位です。うん、え、待って、ちなみにスターバックスは？スターバックスは入ってないです。あ、ほんまや、あの肝牛は13位です。13位って言ったら分かるから。おい、君、やめときなさい。君、やめときなさい。っていうか、まあ、もう知ってるけどな、聞く人は。まあね。ちょっと待って、え、すごいな。え、マクドナルド2位な。マクドナルド、でもこれ1位がね、じゃあ見てみる？じゃあ、言ってもらっていいですか？1位はゼンショーホールディングスっていうんだけど。あ、何を？ゼンショーってあれやん。あ、あのあれや、ワタミやん。あ、それこそ、スキヤ、ナカウとかも全部、あ、ごめん、ちゃうか、ごめん。どうしたんすか？え、ワタミとかじゃないの？ゼンショー。ワタミじゃないの？あー、だから、違う？もうこっち、その全勝さんは世界一を狙ってます。すごいな。そうですね、スキヤとか。あ、やっぱそっか、スキヤ、ね、入ってんねや。なんかね、浜寿司とか。ただ、なんか全部合体してます、こういう。あ、ココスとかもそう。結局、合併してるのかな。いや、だから、そうや、あの、買収しまくったんや。浜寿司もです。いや、それは強いわ。あ、そう。それぶっちぎってんじゃん、ダウン1。肝牛のライバルもやっぱ負けてる。肝の屋には負けてますね。着物屋は8位です。着物屋って着物屋やないか、お前。何を言うとんねん、お前。外食ちゃうやろ、着物屋やけど。ジョリーパスタも出るでしょ。あ、だからもう一気に、ちょっと強すぎへん、それ持ってんのが。中羽もそこなんや、好きやで。って考えたら、マクドナルドすごいな、頑張ってんな。マクドナルドはこれだけで。で、3位が、スカイラークグループ。スカイラーク。まあ、スカイラークもいっぱいあるもんね、一応。4位はモスバーガー？モス入ってないか、意外と。やっぱ
要因はこれはね、フード&ライフカンパニーって言って、これは何になるの？あ、スシローとか。あ、そういうことか。まあ、スシローってやっぱ業界トップやもん、スシレは。ね、うん。5位がコロワイド。コロワイドっていうのは、ああ、アマタロウとかカッパ寿司とかか。あ、やっぱ寿司はってやっぱついてくんねんな。はい、6位はもうシンプルにくら寿司。おお、じゃあくら強い。やっぱすごいな。くら強い。あ、7位がね、トリドールっていうのは、これは有名な丸亀製麺とかの、あの、あっち系の。はい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 。そこもだから CM やって、やりまくってるところや。そうやね。でも、肝牛はもうそろそろここに入るぐらい。ワタミには買ってます。サイゼリアが9位。おー、そっか。え、ちなみに12位は？あ、そっか、12位は何やろ。そこ、ロイヤルホールディングス。あ、あれ、ロイヤルホスト。あ、ロイヤルホスト消えちゃう。ロイヤルホストそんな強いんや。高いイメージやけどな。12位は、ロイヤルホスト。あ、ただここはロイヤルホストは、天屋とか、その辺も一緒に。あー、天屋ね。とか言って、あとホテル事業も、ロイヤルホスト、そのロイヤルホールディングスが買収してるから。てんやってだってもうてんやライバルおらんくない？うん、そうやね。てんやはてんややもんね。めっちゃうまいっすよ。そう。てんやね。うまい。マジでうまいな。安い。ちょこちょことあるね。俺一回だけ行ったことあんねんけど、ただハイボールないねん。あれビールやねん、てんやって。そっか、ハイボール。ハイボールで天ぷら行きたいねん。ビールと天ぷら。天ぷらとビール。めっちゃ。あ、そういうことか。ハイボールと合わんのか。いやまあ。で調べたらさ、何店舗か取り扱ってるとこあるらしいんだけど、ハイボール。もう全部めっちゃ遠いとことかで。あ、そっか、天屋いいよね。天屋いい。安いねんな、ほんでまた1000円いかへんねんな、あのでかい天丼だね。よく天屋人気あるもんな。天屋、俺はそんなそんないかへんけど、よー人を見る。キモカツにおった、昔おった、あの大阪のおっちゃん、うん、あのキモカツ終わりで天屋行ってたわ。で天屋でこうねんねん、生ボナハイっつってこれあかん、これあのキモカツやったら怒られるよこれっつって、なんかひけらかしてた。僕ちゃんで全員にお持ち帰りさすねん。その12後の僕ちゃん嫌やわ。僕らとか連れてた後、絶対たらふく壊した後に、お弁当包んでっつって、全員分のお弁当。めっちゃいいじゃないですか。よかった、僕じゃないわ。あんた、あんたそれしないでしょ私ごめんだけごめんって、それはしない菓子折りとか買ってくれるの、めっちゃ気前いい。まあ絶対薬剤やけどなあんな。そ元気してはるのかな。 その気前の良さ、ほんまに昔そういう人やったんちゃう。いや、だって薬剤育てられたみたいなこと言ったから。やっぱ三重のイケモンやから、借金してでもこのそういう人らはやるからね。梁山泊、まあ、この話したけど、梁山泊ができる前にあのパチンコ攻略グループ作った人しげさんっつって、もう 60なりはったわ。元気してんのかな、まあ、いや、いろいろよかったですね。ね、いや普通になんか飲食調べるのおもろいな、まあ、世界外食産業でいくとやっぱマクドナルドもすごい食い込んできてるんやろな。キモドナルド。まあ、いや別に俺らは誰もおらんから。あ、でいやいや、根本さんがおるわ。悪く言ってないんで。そう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 。え、日本で2位やんな。うん、でも世界ってなるともっといく。ちょっと見て、多分日本のマクドナルドってことやんな。あ、そういうことか。そんな全勝が最強なわけ。世界でいくと、世界の1位だけさ、最後言って。世界さ、世界の1位言っていいですか。外食の世界も、もう外食全般話して、1位はスターバックスです。そうなんですね。2位はマクドナルド。すでに2位なんか。3位は当てれないと思う。え、それ海外の？うん。え、日本で聞いたことある？聞いたことあるけど、日本ではもうどんどんもう潰れていってる。バーガーキング？あ、違う。あ、わかった。はい。あの、バーガーキングじゃないわ。あれや、ウェンディーズ。いや、なんか似てるけど。ステーキ？ステーキはね、そんなんですね。それを傘下に持つの、そうやね。え？ 4 位がケンタッキーです。おー。あー、そっか。え？なんかケンタッキーは、なんかヤムブランズっつって、ピザハットとかを全部買収してるらしいから。ドミノピザ。あ、ドミノでも海外ないもんな。え、何なんすかじゃあ3位。サブウェイを傘下に持つ、まあ、ドクターなんとかって会社やから、まあまあサブウェイだけじゃないけど、主なあれはサブウェイ。ドクターチェリーペッパー。ドクターチェリーペッパーはあいつあいつあいつのツイートおもろいで、パン食べたら奥歯かけたっつって。あかんやもうドクターチェリーペッパー。あいつ、トシさんの ドクターペッパー全部飲んだらしいからな。トシさん無事で。そんなすごい、なぜかいつも何かに怯えてる目をしてるから、あんなでかいので髪の毛赤色にしてるからわけわかるなって。いや、勉強になりました ね。いや、いい勉強になりました。ちょっと頑張っていきましょう。知識は荷物にならないですからね。そういうことですよ。全て地層になりますから。はい、え、
さあ、じゃあ行きましょうかね。はい、太郎さん、いつもの言っちゃって。ご存知？よいしょ。はい、はい。はい、新コーナーでございます。はい、ご存知、ご存知渡りということでね。ご存知渡り。はい。そうですね、はい、今日何回も出てご存知よ、ね、まあ、まずそっち行っちゃうもんね。そうですね、ガリガリすぎてね。そうよな、あのイケメンですよ、ね、ローンで服買うっていうことしてますからね。あ、おしゃれやねんね、なんかね、すごいおしゃれこだわってんねんな。ね、ごめんなさい、ご存知よとには関係ありません。はい、すいません、こちらはですね、我々に、これ知ってますかと、うん、リスナーの方が、独人間足立の方が方が、これ知ってるっていうのを僕らに教えてくれる。で、願わくば、我々がこれ前回ラジオで話したシャオリーズ、シャオリーズのことも教えてもらえるとあの嬉しい。我々急に変な小学生みたいなやつに、よう分からんやつ。すいません、シャオリーズの方ご存知？言われたのが始まりという。よう分からん。チャリで並走してるね。並走してたやつね、始まった企画です。ね。ということで早速読んでいきましょう。はい、1つ目、うん、バキのスピンオフ。おう、烈海王は異世界転生しても一向に構わん。出てんの？で、烈海王は3メートル級のサイクロプスを天然下で仕留めたりしてますが、烈海王は旅のお供として食い意地の張ったゴブリンを連れて旅してるのをご存知？つまんねえ。あ、出てるんやこれ。あ、お二方。俺これタイトルは知ってんねん。あのちょっとやっぱ嫌いが見たくなかった。うん。もう3巻ぐらいまではちょっと追ったんですけど。これちょっと古いよね。2、3年前ぐらい。そんなもんか。じゃあ俺どこで見たんやろ。どっかの本屋で見たんかな。食い意地の張ったゴブリン。喧嘩ラジオネーム、ブドウ糖 100% さん。あれです。あ、これ面白そう。さ、何でもかんでもさ、そのさ、こういう異世界転生系とか、うん。なんかこれ最初そのワードとしてボケとしてその烈海王が転生したら多分この一向に構わんがつくよなみたいな大喜利みたいな感じで最初バズって。面白い。あ、そう、面白い。一向に構わんっていうのは烈海王の有名なセリフだよね、はい。私は一向に構わんって、どんな状況で。あ、そういうことね。はいはいはい。っていうので、そっち発信で漫画が始まったんですよ。ああ、そうなのね。で、これ何巻ぐらいまで続いてる？これ今10巻ぐらいまで。今やってんのまだ。1、2巻で終わったんじゃないよ。はい。じゃあ、それにやっぱおもろいんちゃう？なんか、もう死んで異世界飛ばされるみたいな話なんで、あの、で、武蔵、これネタバレになっちゃうんですけど、はい、バキで、烈海王って死ぬんですよ。そう、死んじゃうね。あ、そうなの。あの宮本武蔵に殺されちゃうんです。蘇ったやつか。完全にあの刀で切られちゃうの。あの、あ、そうか、それ死んだから転生と、はい、そこもあるんやね。そういうこと、だからもうあれか、バキのそのさ、はいはいはい、ファンは烈海王ファンってめっちゃ多かったやん、はい、もうだからバキでは出てけへんから二度と、はい、でその勇士をこっちに転生させて、でそっちの世界に転生先に佐々木小次郎がどうやれるみたいな方向の今話になる。あれちょっと面白いね。じゃあお二方は見てみたらよろしいんちゃいます？ちなみにあれ原作はわし。なんでやねん。お前ホモやろ。原案がお前ホモや。これ差別みたいなやめろ。お前ホモの人にね。ホモは異世界転生しても一向にホモはん。これちょっと見たいんちゃう？いや見たい。僕は烈海王そんな板垣先生が関わってる原案じゃないですか。もう名前とかあんだけ関わっててほしいな。ちょっとだけかな。原作はまた多分ちょっと違う方だった、なるほどね。これはちょっと面白いんですね、うん、食い地の張ったゴブリン連れてんのおもろいわ。なんでやねんって思う。旦那みたいな感じのゴブリン連れて、こういうのいいな。そういうのだって列絶対やらんやん。ずっと一人やもんな。いつかワンピースとかでもこういうのが出てくるんかもしれんしね。ワンピースが終わった後とかでもな。小田先生は許せんやろ。そのこんなおちゃらけたのじゃないけど、なんかあんね、読みの国編とかやるかもみたいなね、昔噂だったもんね、うん、エースとかロジャーが あったらどうなるか。それは小田先生が書くんじゃない、さすがに。さすがにもしそういうのがあればね。まあでももう小田先生あれ書き切れば終わるやろ。まあな、ね、はい、ブドウド 100% さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いていきましょう、はい、パールバティをご存知？お、エジプトのヒチャ、うん、秘密のお茶とかヒチャ、鉄分、うん、ビタミン C、 各種の有機酸を、豊富に含んだヘルシーなお飲み物。太郎さんの弁当屋のメニューにあるパールバティをご存知？先週のラジオでマハポーシャという言葉もご存知でしたし、当然ご存知？最後のお客さん、何回ご存知って言ってくる。パールバティ、ほんまにあるお茶なんですか？太郎の弁当屋のメニューにあんの？いや、そんなないですけど。神さん、どっかの
神の名前でもなかったっけ、パールパティ。なんかそんなのかな、多分インドとかそういうことなのかな。エジプトのパールパティはエジプトの人。マハポーシャ、マハポーシャランドはでも違いますよ。僕普通にあの パチンカスのあれですよ。パールバッティ調べてみよう。はい、しヒンドゥー教の女神。おおー、やっぱ神様や。で、お茶はあんのほんまに。お茶なんかの漫画のやつか、なんや。ああ、パールバッティはでもお茶でもある。 あるんですね。ただお茶弁当屋では出しないですよ。金目町にありますよ。え、嘘。もうこの近く、すぐそこやん。うん、ティーショップパールバッティ。えー、あ、でもティーショップパールバティやから名前だけであって、で、あ、ちなみにちょっと待ってください、はい、そ、桜台にもありますし、千川にもありますよ。めっちゃあるやんこの辺に。ちょっと待ってください。そんなにメジャーすぎる。あ、でもエジプトのヒチャであるみたいです、ね。ああ、千川駅前商店街にもありますよ。ちょっと待ってくださいよ。てか、なんで近いの。あ、そう、ちょっと見てみたいな、飲んでみたい。てか何、千川駅前商店街が。どこそれ。死ぬほど出るんですけど、これ何なんですか。千川駅前商店街って。え、千川駅前商店街。商店街。商店街、はい、ある。あ、でも、奥の方じゃないですか。ティーショップパールバティ。パチンコ、奥のパチンコ屋とかの方。ああ。結構おしゃれな店やで。こんなんある知らないっす。知らんよな。うん、ちょっと見とこう。はい、はい、知りませんでした。てか今んとこマジ知らんぞ。、うん、今んとこご存知ありがたいです。いや、これ面白いですね。パールバティがただとんでもない数あるっていうのが分かりました。分かりました。千川にあるということで、いつでも行けるね。ね、ほんまに楽しめるか。ほんまにいつでも行ける。まあでもこの間そう、街ブラでお話ししましたけど、太郎がね、僕があのライフ行ってね、千川の、はい、パーってライフから出てきて歩いてたら急に、うん、小野さん、あら、小野さんつってパチ屋から出てきた。多分めっちゃキモかった。何してんのって言ったら、私ここでトイレをね、してね。そこでいつもね、あのトイレね、あの、大きいのするのが僕のルーティーンなんで。出てた、誰も出てないですね。あと、おじさんがキレたね。褒めてましたよ、店員と。そう、キモない、そいつ。いそんなキモかった。いや、キモい、こんなんやったろ。まず、小野さんって来るのがキモい。だって5分前に会ってんねんで。そう、5分前に会って、ちょっと時間あるから。YouTube でちょっとライフ行ってくるわ、つって。うん、寝た前に時間あるから、うん、あー、オッケーっつって。オッケー、じゃあまた後でーっつって。で、出てきたとこ立ってて。小野さんご存知のって言ってると一緒やん。すいません、小野さん。はい、ということで、はい、大行ジャッキさん、ありがとうございました。はい、ます。さあ、続いていきましょう。はい、星野源は星野源、大人計画の下っ端だった頃からずっと滑り続けている。ケンカラジオネーム神深さん、神深、初めて、神々の深き欲望じゃないですか。絶対そうやな。お前、あんたよう分かったね。いや、多分そうやろと思って。星野源、大人計画、え、星野源って大人計画やった。あの、はい、はい、え、ぶっ、あ、でも元なんか劇だよ、どっちもやってらっしゃったから。歌手スタートではなかったんや。そうなんや。あんま昔のことは分からんけど、ずっと滑り続けてんねや。ちょっとやっぱ痛いって言ったけど、そのなんかあれなのかな。いや、でもやっぱ滑り続けてるから、やっぱあんだけハードも強くて、そうですね、やっぱドラマにも出れる。結婚できたんですね。結婚、それガッキーとね。ね、あれ、まあ、離婚はしてないか。いや、なんか変な噂はいっぱいありますね。なんかあったよね、もう噂だけ。一緒に住んでないとか、いろんな噂ありますね。分かんないですけど、その辺はガッキーがおんのにな。ね、ね、まあいいか。はい、モテるから、もしかしたらガッキーで満足できないかもしれない。あんだけモテるんやったら。あ、そ、てかモテるのか今。知らん、今モテるのかは。え、モテるかどうか。うん、でブスじゃない。そうやね。星野源ってよう見たら雰囲気でしょ。あの時すごかったけど、今はどんなんやろな。もう俺が顔星野源になっても絶対モテへんやろ。まあ顔、うん、まあもともと顔でじゃないんじゃないですか。あ、そうなんか。そりゃそうやな、イケメンじゃないもんな、はいはい、そうやね。声が良かったりするのかな。なんかいろいろあるのかな、ね。はい、ということでございました。神、はい、深さん、ありがとうございました。はい、全く知らんかった。滑り続けてんねや。はい。えらいな。勉強になります。続いていきましょう。はい、何週か前に、うん、マジ可愛いのコーナーで紹介したクソロリアニメ、お兄ちゃんはおしまい。あ、言ってたやつね。通称鬼舞の原作漫画は、ドイツだとワンピースより売れている。ドイツ人はもうおしまい。ケンカラジオネーム、老人チンポの切り隠れさん。マジで？ええー。ドイツはじゃあ、ロリー、
が流行っどう解釈すればいいのか。いや単純に日本アニメやから売れてるパターンもあるけど、ね、とかあるし、というかドイツはああいうちっちゃいのはその変な意味じゃなくちいかわを可愛がるみたいにあの可愛いとする文化なのが、いやこれはやっぱロリやな。ロリっすね。お庭はまあそれか単純にやっぱし、まあ、あのヨーロッパではワンピースが人気ないって言うから。そのでもこうやって見たら別にロリっていう感じまあ、見えへんけどな。でも ランキングの方も今送っていただいたやつ、あ1位で2位ポケモン、うん、で3位ワンピースか。でワンピース結構食い込んでるやん。4位ドラゴンボール。あそう、あれってことはじゃあワンピースが人気ないってこともないし、ないでちゃんとドイツ人はロリなんや。ドイツ人はロリポップということで。ロリポップ、うん、えちょっと待って、ロリータコンプレックスっていうのはフランス出たあの言葉って。ロリータっていう映画どこやったっけあれ。昔あってロリータっていう映画。ちょっとそれ調べよう。ロリータどうなんなよな。洋画でねあったんですよ昔。ロシア。ロシアかい。ロシア、あでも確かにロシアとか。そうやな。で何やねん。喉痒くなってきた。喉痒くなってきた。キモいってそれ。これ良しとする人。あじゃあでもイギリスの映画やろロリータ。96年イギリス映画。あと原作はウラジミール・ナボコフ。あ、物語の作者かってことか。あ、でも、でもスタンリー・キューブリックが監督するんで。すごいですよ。すごいな、ロリータ。これはね、あの、独特な映画でしたよ。なんか、何かで調べたな。じゃあ、全然ドイツではないわ。ドイツはじゃあ、ロリコン。全然ロシア関係ないですか、もしかして。関係なかった。何かでバズったりしたんかな。あ、そういうこと。何かでね、例えば何かでバズってなんかそれでロリータコン。あ、でもロリータの語源はやっぱロシアの。あ、そう、作家のロリータっていう作品から来てる。でもそのウラジミールやから多分名前からして多分ロシアよね。あ、そうやね、ウラジミール、うん、そうなんですね。ほんまやな。それかそういうロリ系の人しかアニメを見てないっていう説。なんかちょっと前の日本。ああそういうことね。そう。ああはい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 。どういうこと？ちょっと前の日本やとそのオタク文化みたいな。オタクの方しかアニメっていうのはそういう人しか見んかって。あ、でも今ってめっちゃみんな見るやん。日本だとみんな見るけど。今なんか有名なってね。はい、でそっか。本当そうだね、ちょっと前のその軽音の超全盛期とかいうとかね、前もっと前ぐらいやな。そういうのってそういう人らしか見んかったもんが、うん、今やもうその音楽とかにしろもうそっちが主流になったっていう。そういうことか。まあ分かりました。とりあえずローチンさんはロリコン、ロリコンということで大丈夫ですね。で鬼ロリコン、アシュのロリコンの方さ。ドイツの人は多分ほんまにそういうのが好きなあれで、ローチンは、アシュアシュのロリコン。差別やぞ。ということでございました。老人チンポンの切り替えです。ありがとうございました。あ、さあ続いていきましょう、はい、先週話されてたシャオリーズですが、そう英単語のシャオリンの複数形、はい、うん、シャオリンズのことでは、ほうほうほう、つまりショウリン、うん、少林寺拳法の使い手たちのことです。それはそれでおかしいやん。そんな小学生が俺らに武道家のこと聞いてくるか。聞いてくるわけないやん。豊洲で。そうやで。その方はおそらく少林寺へと道場破りに行く途中で道に迷われたんでしょう。迷うようなとこでもないねん。めっちゃ海辺ある。まあ、なんかもう海辺っていうかもう。迷うとこちゃうねん。あれ帰り道やわ。そして過去に少林サッカーに出演されていたズンポエの二人に道を尋ねたんだと思われます。出てへんねん。ラストの試合。大気圏まで巨大化した小野さんのチンポを祈祷の先から真っ二つに割いた太郎さん、そして真っ二つに割れた あれ少林サッカーちゃうよ、あれ真っ二つに割れた小野さんのチンポがグラウンドの地下深くに眠っていたイデオンのダウンジングに成功し、イデオンの発動によって地球人類が滅ぼされてしまうシーン、今見ても涙が止まりません。ケンカラジオネーム上深さん、しょうもないこと言ってんちゃうぞ、うん、そうよ。これはシャオリズじゃない。これで解決はできません。すいません。はい、全然違います、ね。我々はシャオリズの情報を求めましたが、これ、はい、上岡さん違う、うん。これではない。これは絶対違う。これは俺らのネタを見すぎて、はい、え、
あ、このネタあれか、動画で上がってんのか。そう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 。びっくりした、俺か、なんかライブ会場まで上岡さん見に来てくれたんかな。上がってます、上がってます。そうかそうか。入れのはずの地球人のホルトでしょ。はい。入れって結局何だったんですかね。入れのパワー。なんかタイムスリップとか、なんか、なんか瞬間移動するよね、空間移動。でもそんなイデオン詳しくないんすよ。その時光が包んだって終わったよね。イデオンそんな詳しくないんすよ。だから最悪のオチって言われてもな、なんでもいける。ね。ということでございます。はい、上岡さん、ありがとうございました。はい、出ます。シャオリーズにはまだ近づけていない。はい、ダメです。さあ、続いていきましょう。はい、次ラストやね。あ、オッケー。はい。100円コンボは使用する食材の数が少ない方が、キュールなのはご存知？ケンカラジョネームカスキングスライマーさん。これ知ってるよ。ここに4年作った人。ああ、そうや、目の前にクール4年今日は。今日はクール目の前笑とるわ。笑とる楽しそうに。靴下どう？靴下今日ね、もう僕見たんですけどね。靴下あのね、左右どう？今日はね、色一緒です。ただ違います。ちゃうやんけ。何やねん。アディダスやんけ、片方。わざとなの？わざとではないです。これ毎回確認ちょっと入れるんで、今度から。確認のコーナーという。だから、うん、あの気にせんと靴に来て、はい、気にした方が間違えるか。わざと狙って今日はちゃうのに至るとかなしにして、ね、そう、うん、そこはいいんで、うん、はい、というそれやってたらやばいっすよ、ね、いややばいよ。やばいよ やってなくてもやばいよ。そう、100円コンボを使用する食材の数が少ない方がクールなんですね。はい、ご存知ですか。はい、よかった、ご存知でした。これ初ご存知。はい、今日よかった。あと全部ご存知じゃなかった。まだシャオリーズは来ないね、ということでございます。カスキングスライマーさん、ありがとうございました。さあ、いいコーナーです ね、ま、結構多かったです。来週も続けましょうよ、うん、ありがとうございます。我々知らんこと多いからな、はい、いやほんま結構これはなかなか、あなたたちとレッツ火曜のあのあれ聞けてもよかったんじゃないですか。いや、よかったよかった、面白そう、ちょっと見たい。そのでも絵が受け付けんかったらちょっと、あ、まあ、書いてる人がちゃう。そう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 、見せてるだけの。そうかそうか、そのパターンあるね。確かに北斗の拳のいろんなあれでもなんか全然違うやつとかあるやん、たまに。わかるわかる。3巻までは見たっすけど、それは読めました。あ、ほんま？その新しいの出てるのを忘れてたんで今。あ、また見たいです。北斗の拳って今タロウ言ったけど、北斗の拳いちご味ってのあるよね。あるよ、あれ。試食あるよ、あれ。あれな、めちゃくちゃおもろいよ。あ、おもろいよ。あの、俺も嫌いやってんけど、めっちゃおもろい、北斗の拳いちご味も。あれは何、ギャグ？ギャグ、完全に。ギャグなんだ、うん、サウザーとかやけど、あの、そのいちご味のメンバーで、何やったかな、あの歌歌ってる YouTube とかも上がってるから、ね、面白いしちょっと感動も入れてくれる。いや、俺も嫌やってんで、なんなあれと思ったら、ポイちゃんがめっちゃ好きやってん。食わず嫌いの可能性があるってことですか。そういうこと、そういうこと。あとワーストのさ漫画あるね、クローズとか全員女性キャラにしてるとか、うん、でも見たら多分だから、いや俺勝ってん。あ、どうやった。いや全然ダメ。あ、じゃあそれも見たやったらあれはダメやった。あとなんか北斗の拳を撮影するみたいな、それは知らん。ドラマでみたいな。北斗の拳のドラマを撮影する。北斗の拳は実はドラマだったみたいな。お疲れ様したわみたいな。うわー、それ嫌やわ。そのために週両目潰したん。嫌やわそれ。ほんま。っていうのもあるらしい。ね、まあいろんなもん出して、まあ売れやな、一発でもヒットすれば OK やもんな。はい。ということでございます。ぜひ。また来週も、こちらのご存知、はい、やっていきたいと思います。はい、以上ご存知のコーナーでした。ありがとうございました。ケンカラジオではコーナーメールも募集しています。アドレスはケンカラジオ @gmail.com、 ケンカラジオ @gmail.com。 来週のコーナーは、すいません、こちらご存知のコーナーです。こちらのコーナーは、ズンズンポイポイが知らなさそうなことを教えてもらうコーナーです。謎のワードシャオリーズについての情報でも、全く関係ない情報でも構いません。ケンカラジオは基本的に金曜日に収録しているので、前日の木曜日中に送っていただけると助かります。皆様のメールをお待ちしております。また YouTube でメンバーシップ会員を募集しています。月額390円でメンバー限定動画が見れます。ラインナップは今後も毎月更新していきます。皆様のご登録お待ちしております。そして M1 ラストイヤー対策ライブ穴角は今後、5月16日木曜日、6月13日木曜日に開催予定です。2分ネタ、3分ネタの調整モードに入ったズンズンポイポイをぜひ会場で応援してください。お願いします。そっか、すいません、こちらご存知か、タイトル。そっかそっか、ご存知、まあまあご存知だけで言っちゃったな。うん、次からそれそうしますか。すいません、こちらご存知にしますか。はい、わかりました。はい、俺
どみんな知らないやつご存知。やめとくか、時間かかるな。そうね。いや、だって YouTube しか思い浮かばなかったわ。ああ、まあそうなんや、ね、いいんじゃないですか、でも。いや、よう言うてる、いつもよう言うてる。はい、スローあー、まあでも最近、まあ特に今日見てばって言えば最新情報として。はい。イムチャンネルのデカオンが妊娠したのご存知？知らないです。オービス吉丸と付き合って、はい、オービス吉丸の子供を妊娠しました。ああ、でも素晴らしいことじゃないですか。僕知らなかったです。ただオービス吉丸は DNA 鑑定するって言ってました。すいません、こんな話ばっかしてね。はいね、ということでございます、はい。それではこちら行きましょう。喧嘩ラジオメールのお時間でございます。よいしょよいしょ。はい、じゃあ1つ目行きましょう。お願いいたします。ズンズンポイポイのお二方、こんにちは。こんにちは。ザ・オノさん、もうすぐお誕生日ですね。おお、そうだね。私は大阪に住んでいるので、なかなかライブを東京まで見に行くことができません。誕生日プレゼントを渡したいのですが、何が欲しいですか？ザ・オノさんの好みが分からず、天下しか思いつきません。主人のボーナス全部むしり取って貢ぎたいので、予算は問いません。喧嘩ラジオネーム、昼下がりの団地妻さん。ありがとうございます。いや、主人、ご主人のボーナスなんでね。それはちょっとダメです、私言えないです。ご主人がオービス吉丸じゃないです。こちらデカオン。デカオンおもろかった。こうやってやーってこう、あの何、ビデオ通話でさ、うん、そのハヨピーと喋って、おめでとうっつって、うん、もう安定期に入って、なんとかなんとかでっつって、じゃあ今日この後撮影あるから、うん、ちょっと吉丸、じゃあ最後なんかデカオン、俺子供の分まで頑張って今日勝つからねっつったら、うん、おいマジで勝ってこいやって普通になんか言われて。あのめっちゃ険悪らしい。夫婦間はマジでもう負けんなよおめえよ。あれ可愛かったです。そんなんいいんですよ今は。ね。そんなんいいんですよね、これね。誕生日近いってことです。もう40になりますからね。40か。あ、別にあの大丈夫です、あのそんな。そうそうそう、あの旦那さんのボーナスなんでね。もしあれやったら、そのね、深夜配信やるから、それ見てくれたら嬉しいですよね。あ、私そうです、あの、ね、私5月1日の夜中、本番の夜中です。あのライブが入りました、ね、そうですそうです、22時のライブが入りました。そうですそうです。私それ終わり次第速攻家帰ってやるんでね、生配信します、ね、だから大阪からでもその配信、ね、あ、見れますんで、あの、うん、はい、スパゲティチャルドなんかいただけたら嬉しいですもんね。そんなあんま言うものじゃん。とりあえず私は、ね、私はその日とりあえずメルトダウンするの確定してますので、うん、ぜひぜひ皆さん見てください。それがもう誕生日プレゼントじゃないですか、その見てもらうんがな、ね、楽しいね、あの 夜を過ごしましょうみんなで。ね。ね。はい。近所迷惑しますということでございます、はい、いや本当ね、あのお心遣いありがとうございます。昼下がりの団地妻さん、ありがとうございました。ありがとうございました。天下は絶対にいらない。で、天外区まだあるもん、誰かからもらったお客様に。ああ。本当に2、3年ぐらいあるっす。もうそれだからあれやで、前も言ったけどさ、もうあれ普通の卵になってるから、フライパンで焼いて食べれんねん。タンパク質あるから、ゆで卵やと。そう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 、ねえ。ええやん。そうや、天外で思い出した。はい。あの、あ、もうあのアカウントなくなってるのか、3日間だけさ、なんか普通にやってるアカウントやねんけどさ、オタク系の、うん、3日間だけ、うん、なんか年に1回あるらしい、変わるらしいんけど、そのアカウントが、うん、3日間だけ富士の樹海探索っていうアカウントで、多分ほんまにパトロールみたいなやってる人っぽくて、あ、はいはいはい、そういう変な冷やかしいてる人じゃない、もう3日間だったら普通に戻りますっつって、はい、ほんまに動画とか撮ってさ、はい、これはでちゃんと死体も見っけんねんって、はい、それは絶対載せへん、でちゃんと警察に連絡するらしいんけど、うん、その人が撮ったやつで面白かったのが、あのその富士の樹海の自殺現場とかに、うん、天が結構あんねんて。でそれ最後その死ぬ前にさ、その天がでちょっと、うん、気持ちよくなってからじゃないねん、うん、それを気に吊るしてて天が、うん、そこにメッセージあんねん、生きてたらこれよりもっと気持ちいいことあるぞって書いて、ああああ自殺を止める、ああそういうことね、結構天があんねん、はいはいはい、ちょっとなんかいいやろ。そっか、要は看板でさ見たことあるのは、これより先はもうやめましょうって思い返してください、で親の顔とかの、でそこに電話ボックスあんねんな、そうそうそう、最後もし何かあったら、それでも止まらん人はやっぱこの天がね、これより気持ちいいことある、なんかね、それ見出したらね止まらんくなってね、あのロープもユーズドロープっ
ていうのと新品ロープっていうのがあって、作ったけど、はい、自信がなくて使えなかったやつと、はい、使った後の見分け方とか、はい、そうそうそう、付着するとかね、なんか、いやそうですね、生きてくださいってことですよ本当に。そうですそうです、さあ生きて、辛いこと山盛りあるけどいいことも山盛りありますよってことですよ。ね、肝カツ来たら俺が山盛り飯食わしてるやん。あ、それでもええやんな飯食える幸せってないよ、うん、めっちゃ腹立つで、いつも大盛り2回おかわりする人にさ、うん、気狂わしたろ思ってさ、うん、特盛りのめっちゃエグいのやったらさ、うん、ちゃんと同じ量おかわりしてた、うん、単純にめっちゃ食わしてもっただけやった。はい、いいじゃないですか。でも ね、そう、一回みんな肝カツ来てください。私がね、たらふくね、いやこんなん言うとあかんな。何やねん俺自分が経営してるみたいな言い方な。まあちょっとお金ねはちょっといただくけど、ご飯たらふく食えんねんから、あそこ、まあ、お金ないって言ったら僕はおごりますわ、自分の金で。そうやな、うん、そのくらいの男気はある。あ、いやでもほんまにめっちゃご飯取ってくださいね。そうやね、そのほんま高りじゃないよ、ほんまに入れず見れたやつとか取ってくださいね、ほんまに。なんか食わしてくれるって聞いたけどさ、絶対あかん、それはちょっと高りよ、そんな俺絶対許さない。警察呼ぶよ。高りじゃなくな、ちゃんと困ってる人警察呼ぶよ、その時は、はい、ね。じゃあ続いていきましょう。はい、小野さん、太郎さん、ギャルさん、はい、ディルさん、こんにちは。あ、ごめんなさい、今日ディルいないんですよ。あ、そう、ちょっと体調不良でね。体調不良で、あの家で安静にしてます。ディルド使いすぎてバイキン入ったらしい。めっちゃ、その発熱ってめっちゃ怖いな。一日治らんやつやん、うん、だからそのコロナとかインフルエンザではないですって言ってたやろ。うん、あ、だからディルド使いすぎてバイキン入ったらしい。で餃子屋行って、餃子生き返ったっつって、なんか潰れかけてるとか、あれ何やってん、ね、つまり生き返るもんなんか。すいません、小野さん、太郎さん、ギャルさん、ディルさん、こんにちは。こんにちは、市川海老蔵です。え、マジで、え、いよいよ、いよいよっていうのもおかしいけど、いやだって俺がずっとさ、あれやつって言い続けた。龍馬、あれ龍馬、いやじゃあ武蔵、武蔵か、武蔵 NHK 大河ドラマ武蔵の海老蔵さんの真似ずっとしてたよ。うん、やっと連絡来てくれましたが、続けます、はい、今日も灰皿でテキーラ飲みたいな言うとりますけど、絶対ちゃえんか、関西弁やないかこいつ。あ、でもあの人関西弁か。こいつに喋った時確か。さてさて映画ですが、太郎さんがいきなりさてさて映画ですが、飲みたいなって、しかもそれ飲ました方やしな。うん、そうやで、なんか飲んでないね。飲ましてしばかれてんの。あんたしばかれてんの。あんた鳥谷にも負けたでしょ、噂では。腕相撲。そう、負けるって、それ。鳥谷って、あの鳥谷は。あ、阪神。あれ、そらだって、なんか、選手やねんか。なんか、いじってきたらしくて、うん、で、その時、違う野球選手もいっぱいおってんけど、鳥谷が一番後輩やったらしくて、うん、あの人、結構、クッてなるらしい、うん、男気ある人らしくて、うん、いや、先輩たち行かないでください。あんなやつ僕やってありますよ、うん、って言って、鳥谷が一瞬で、あの腕相撲。それ勝てるって言われたらしい。その通り。いや、でも、海老蔵さんはめっちゃ鍛えてて、海老蔵さんが腕相撲やろうよって来たらしい。なんかちょっと熱い話よ ね、 ね、男が2人揃ったらもう腕相撲ですよ。よくないやろ。まあどっちも。まあ撮りたいんやね、分からんけど、そのまま、はい、さてさて映画ですが、はい、太郎さんが見たのでエクスペンダブルズ4をナンバーパークスで見てきました。ああ、うん、楽しい。あれはもうほんまノンストレスで見れる。ジェイソン・ステイサム大暴れでしたね。はい、ジェイステイがかっこいいのよ。まあ、メドローはね、あんまネタバレなのか言わんといたって、これもしかしたら後に DVD で見る人もいるかもしれない。これは絶対メトロワですね。まあただまあ、あのもう予告でどうせ空になって分かんねえけど、まあ、一応ね、うん、一応楽しみにしておるから、はい、お二人はネタバレ許容派ですか。いい、違う違う、まあ、僕は OK。 まあ別に俺もその知らん映画はええよ、うん、でもまああんまラジオではな。作家のお二人もしっかりとお答えください。その許容派かどうか。ケンガラジオネーム、パン食べたいなさん。パン食べさん。地獄に落ちた團十郎に追いかけ回されながら送信。何ちゅうこと書いとんの。何地獄落ちとんの。やめてくれ。そうやな。よくないぞ。パン食べよくないぞ、書いてる内容全部今日。あ、てかパン食べあれか。大阪の人か。そうやね。うん。そうやね。だから、うん、ナンバーパークスで見に行ったっつってる。そうね。ナンバーパークスで映画なんか見る？見ますよ。これはまあそうやな。だって近くにもう一個ない。基本映画ナンバーパークスやってるの。あら、あっちほら。ああ、東方シネマズ。うん、あるある。え、内容はやってる内容一緒。あるからまたほぼ一緒やけど。めっちゃ近いやろ、だって。新宿で、まあ、新宿で言うとゴジラのとこ行くか、あの丸井の方行くかみたいな感じで。
あ、新宿も2個あるんや。もちろんもちろん、なんか でかいとこ。でも行くならやっぱゴジラの方が。いや、別にそれは人によるよ。あっこなんかでかいイメージよ。そうですね。丸いの方も全然でかい。でかい。うん、ナンバーパークスはどう？ちっちゃい。めっちゃでかい。あ、でかいの？うん。多分ナンバーのほんまメインなんちゃう？あれとそのまさにあれ。東方シネマズ、あの、あれ見に行ったもん。あの、クローズの映画見に行って。ああ。でかかった。俺が映画はナンバーパークスだったの。あ、そう。なんか。それは違うじゃん。当時付き合った彼女 あの思い出の地だからでしょ。まあそういうのもあるんかもしれん。でどんな映画でも見て最後その思い出の地やから泣くんでしょ。で手つないでみんなネタ練習してる芸人たちの前通るんでしょ。そう。でもうその頃はもうタカさん一人になってるからさ、エアで手つなぎながら歩いて涙流すんでしょ。それが俺のナンバーパークスや。俺のタロー印のナンバーパークス最高。ナンバーいたら絶対行くもんな。なんか景色好きやね、あっからも。そんな高くもないよ、高さ。うん、そんな景色良くないね。もう最近ナンバーもう高いもんいっぱいになってきた。まあ、昔はなんかあの滝みたいなのとかあって、ね。ありましたね。なんかちょっとあの、はいはい、中庭じゃないけどさ。うん、あるある。今も、今もどうなって。もうだってそうやもんな。周りが高すぎるもんな。そうなんですよ。確かにね。すいません、ネタバレ許容派ですかどうか。僕は OK。俺も別に正直。あ、ただワンピースだけやめてなっていう。はい、はい、じゃあ許容派じゃないな。これ何でも OK やね一応。あ、そう、何でもは絶対違う。じゃあ何でも絶対違う。じゃあダメ派、はい、ギャルさんは何でもだったらダメです、ね、だってさ、例えば M1 当日バイトで見られへんとする、はい、言われんの嫌やん、絶対だから、ね、俺 OK やねん。マジで、うん、だから俺その M1 とかそのキングオブコントとか昔だってずっとツイッターで見てたもん、優勝ポンって言って、誰々優勝したんやってずっと言ってた。いやでも絶対にこれはやめた。ちなみに令和ロマン優勝したのもツイッターで知った。途中まで見て家で、で、あ、やっぱ優勝して逃げ切ったんやって感じ。いや絶対ちょっと探したんや、絶対バレたくないのあると思うで。俺ネタバレ絶対あると思う。で後でもちろん見るよ、もちろん。だからその俺多分ちょっとみんなと感覚違うんです。答え知ってるからどういう風な流れでその答えに行くんかを見るタイプで、もう見ない方が楽しくないですか。まあもちろんそれはそれだと思うけど、うん、でも別にバラしてじゃなくて、うん、バラされても別に平気っていう感じ。あ、そうそうそう。ワンピースも？ワンピースも平気だって、いつも太郎から聞いてるやん、もうそうそう、俺呼んでへんから。ワンピース今日だからほんま髪だいぶ長くなってきたから散髪行こうと思って来る前にね、うん、今日金曜じゃないですか。で3週間ワンピース今休みやね。うん、そうやな。で来週の月曜出んねん。もう、うん、もうそれがもうほんと楽しみで、でよかない俺の髪切る人ネタバレ大王やから、昨日の夜多分上がってんねん。そうか、もう上がってんのか。あ、待てよと俺その近くまで行って、これ行ったら俺言われるやん。今日はもう こっち来ました。もうやっぱしどうする、すごいネタバレ言われたら急に、いやルイ死にましたねまた。いやそれはちゃんもうそれはもう怒るもん。絶対そんなことはないと思う。俺それでももしそれはほんまやと思う。俺作者を怒る。何回殺すねルイ。いいキャラにすんな、そういうなんかチートキャラみたいな。タバレは漏れますよね。全部はダメ。別に俺いいのはいい。そうですね。いいのはいいし、全部はだからワンピースとか好きな映画はやめてほしいな。じゃあ太郎さんとギャルさんはダメ。はい、僕は全部 OK。映画とかでもさ、例えばシックスセンスとかオチすごかったんや。あ、さっき聞いてた。で確認で見た。ああ。じゃあさ、聞かず俺ちょっと変なのかもしれないな。いや変じゃなく、聞かず言ったらもっと楽しい。いやそれはわかるよ。そうなんですよ。だから別に言ってじゃない。そういうことやねんな。別にだから言ってではないね。教えてよは言わへん。ああ、まあ、で言ってきた人がおったら、そうなんやつって。でもなんか教えてよの人もいますよね、たまに。ああ、おるおるおる。あ、でもその人は最初から興味ない人やねん。それを別にそれになんか重きを置いてへん人。どうせ見えへんからって言うやろ、それ、うん、それ。ああ。いやなんか。ネタバレで追ってるみたいな人もいましたよ。なんかツイッターの情報だけとかで呪術廻戦とかワンピース見てる、知ってる体になってるやつがいて、で実際読まへんやろ。実際読んでないみたいな。うん、だからやっぱその体だよね、うん、あって考えたら、ごめん名前はもう出されねえけど、ワンピース大好きで考察とか見まくってて、先輩芸人で、ね、はい、まああなたわかるわ、はい、まあ、もう誰か多分わかるかも。で楽しみにしてる人すごいよな。楽しみにしてんね、全部だから、うん、自分からバレに行ってさ、うん、そうやね。そうだから、まあもう人それぞれの楽しみ方って。そうですね、うん、だ2周目がおもろいとかもあったりするやん、はい、知ってるから違う見方もできるみたいなのも、まあもうやめましょうこんな話は、はい、とりあえずまあそういうことでございます。答えないですこれは、ね、
パン食べたいなさん、ありがとうございました。ワイルドスピードなんかね、そのもう世界映画やからネタバレじゃないけど、もうネタバレみたいなこと言われるんだよ、ツイッターで。もうそれはもうどうしようもなく入ってくんね、うん。でこの前のつい前作のやつもラストすごいよって言うから、あー聞いちゃったと思って、あーってテンション下がんねんけど、ワイルドスピードはねラストすごいねネタバレ答えは知らん、ネタバレほぼネタバレって知っててもそれ超えてくんねん。ワイルドスピードは分かっててもおもろいってこと。もう横の細田口開いてたもんうわっつって、でちゃんこ食わした、ちゃんこ食わした食わしたんかい、びっくりした。もう分かっててもこやっぱもうワンピースよりすごいな、ワイルドスピードは。いやなんだ、いや それで出したら井上尚弥くんもそうじゃないですか井上尚弥くん買ったって分かっててもさまあそうそうそう、それそういうことやね。尚弥くんっていう、ごめん偉そうに言っちゃったけど、結局だからワンピースもねネタバレで、そのまあ言うたらその先輩から俺聞いちゃうねん、いつも、うん、うまいこと事務所ライブ被るからなんでか、今回も被んねん。いや被る、嫌やねんそう言われるから。でもでも聞いてもワンピースもやっぱねすごいね、やっぱね。いやだから影響ないよネタバレなんて言って、 その時だけムカッとするけど見たら楽しいよ。だから今度から俺がネタバレしていくから、みんなに、うん、わかるかも。その映画のオチとかでもそれ言われてなんでこうなんねやろって楽しみに見るっていう見方もあるっちゃあるかもな。まあかといって言ってはないですけどね。そうだね。まあまあもうこの話 もう終わったから続いていきましょう、はい、僕の名前はカスキングスライマー、あ便器舐めてる系メロン農家兼二代目打天使ルシファーです。お早速ですがここでエッチ大喜利のお時間です。何ですか。何とは言いませんが、何が出たり入ったりしていたらエッチですか。カスキングスライマー、俺のチンコ世の中、まあまあまあそうでしょ、世の中、うん、面白い、最高、やばいぞ、笑った、泣いてそんなならない、そんな分かへんよ。まあ僕の実力も分かってもらったと思うんで、お二人もお答えください。何にとは言いませんが、何が出たり入ったり していたらエッチですか。エッチでしょ。エッチじゃないとあかんね。俺も考えるわ。はい。はい。さつまいも。でもやっぱあんなにゴツゴツ、あ、まあ。別にどことかじゃないもんね。ごめんなさい。ごめんなさい。だからエッチに聞こえるから。そう、ごめんなさい。ゴツゴツしたもんって言ってた。やっぱ、そうやね。やっぱ、その十分に自分で舐めた後の指とか十分にあ、いいじゃないですか。じゃあいきましょう。カスキングスライマー、はい、メールですが分かりますよ、さすがですね、さすがズンズンポイポイだ、お僕と互角だなんてさすがズンズンポイポイだカスキングスライマーとちなみになんだけど、このメールを書いている2時間前に私がいる部署がとんでもない 損失を伴う超地獄ミスをぶっかましたことが判明し上の人から顔が取れるくらい罵倒されたよなんかよくわからないけどさっきからずっと右手の小指が震えてる、顔が取れる罵倒、大丈夫っすかねこれ今日だけは絶対にしこる男ネーム、我が名はカスキングスライマーハッシュタグ絶対にしこる、ハッシュタグ絶しこ宣言、ハッシュタグハッシュタグ精子工場との全面戦争いやなどんだけなんだハッシュタグしこりし者と書いてシャイニングと読むハッシュタグもうええってまだあるか、ハッシュタグ右手にファンザ左手に快楽天ハッシュタグ、ゼシコインフィニティモードバーサーカー気色悪いな、ハッシュタグをやん、お前ハッシュタグをやん、ひどいな、ハッシュタグエントリーライブ、ハッシュタグハッシュタグですよ、もう今やなき、エントリーライブ、ハッシュタグをやん、いやー、カスキングスライマーと互角でしたよ、はい、互角、まあ、ありがたいですね、まあ、素晴らしい、質問はなしということでね、はい、ありがとうございました顔取れるぐらい罵倒されたミスったからすごい損失与えたんでしょう。そうでしょうね、カスキングスライマンさんありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いていきましょう、はい、政治結社喧嘩会の皆さんこんにちは。ああどうも。そうですよ。さてヤングジャンプでテラフォーマーズが連載再開されました。そうそうされたんですよ。どのくらい休んでた、結構なかったよね。休んでる間なんか書いたりしてたんでしょ、あの人。違うやつなんかね
あの進化したゴキブリに似ているシュメール人の像を見たことがあるでしょうか。僕はもちろんあれはもうシュメール人にそっくりですからね。その像ですが、目の大きさこそ違えど圧倒的な黒目具合はどこか太郎さんに似ていませんか。うん、違いますよ。喧嘩チームの皆さんも歴史の授業で習ったことを覚えているかもしれません。チグリス川とユーフラテス川に挟まれた肥沃な土地に生まれたメソポタミア文明の主役がシュメール人です。くさび型文字を使い、車輪や現代人も時間を表すのに使う60進法を発明したと言われています。ここでまさかと思い地図を広げます。太郎さんの生活拠点であった西成は木津川と大和川に挟まれている土地なのです。メソポタミア文明の生まれた土地と太郎さんの育った土地が非常に近い環境であることが分かりました。そういえば太郎さんの独特の字が話題になったこともありましたね。ひらがなのあの尖り具合にくさび型文字との類似性を感じます。そして太郎さんといえば二輪好き四輪好き、めちゃくちゃ好きです。夏の夜には駐車場で泣き、借金を借金で返すように自転車操業の生活をしています。そうだ、ね、そんな生活です。本当に本当シュメール人が発明した車輪を愛し、はい、自らもその車輪のような人生を歩んでいるのです。また新谷さんは論外として、サービス残業時間外労働を得意とする小野さんに比べると、新谷さん論外ってどういうこと。新谷さんそんな働かんってことか。何だよ、パン作りこの後ごめんなさい。時間外労働を得意とする小野さんに比べると、太郎さんは時間を守っています。はいはいはい、時にはその時間を守ることを人にも強要し、はい、ドコモショップと揉めたこともあります。まあそうやな。そうです。また、じっとしていない姿、まるで秒針のようです。はいはいはい、さらに、時間厳守強制と秒針のような多動が合わさった結果、サービスエリアへの到着時間に即座にバス街へ出ようとして、運転手さんと一悶着というのはバス旅での名物になっています。まあそうかな。いろんな発明をしたシュメール人ですが、当然医療も進んでいました。病気は悪霊のせいと考えるあたりは SSP 感がありますが、しっかりとした薬は存在したようで、下痢と利尿剤があったようです。文字通りの意味で下半身が緩くなってしまった太郎さんにはどちらも必要ないものです。太郎さんの病院嫌いもなんだか納得できました。これで納得されてるの。そんなシュメール人の宗教観としては、自らを穴抜きによって作られたと考えていたようです。そうですね、まさにそうですね。神道では、おみきとしてお酒を お供えしますし、ライブの後に肝カツは入れても、ミサの前後に肝すむ肝カツを入れないほどに小野さんが熱心に信仰するキリスト教でも、ワインは川島直美の血液としたり、宗教とお酒は特別な関係にあります。太郎さんもお酒を飲むときにはご飯を食べません。そうですね、ご飯抜きなのです。何言ってんすか。面白いね。何言ってるんですか。ご飯抜きと穴抜き、穴抜きか、穴抜きですね。俺さっき穴抜きって言ったら、ごめんなさい、穴抜き、これを間違える。ご飯抜きとアヌンナキ、なんだか似ていると思うのは私だけではないはずです。はい、以上のことから太郎さんはシュメール人で間違いありません。行動や発言がどこか日本人の常識から離れていましたが、はい、これも納得です。はい、この歴史的大発見から他の古代史にも興味が出てきます。旧約聖書にソドムとゴモラという町が出てきます。はい、この町は神の怒りを買い滅ぼされたそうです。その理由として、この町の人たちは他人に厳しく、そして同性愛であったそうです。他人に厳しく、顔ファンジジイと密接な交流を持つ太郎さんが、そんな事実、どこに神の怒りを買わぬように願うばかりです。そんな勝手な言葉を言う。もう問題発言ですよ、これ。質問。ズンポイさんの結成15周年も近づいてまいりました。ああ、そう。お二人の歴史を振り返る中で性癖をこじらせる原因になったイベントの思い出があったら教えてください。性癖をこじらせるイベント、エンガラジオネーム大強引おじゃきさん。おじゃきないのね。性癖こじらせる、どういうこと。性癖をこじらせるイベントってこと。これが原因で今こんなの好きなんだろうなみたいな。あ、そのこれが原因で今こんな性癖になっちゃったみたいな。イベントで、イベントというか、あの人生の起きたイベントで、その人生、なんだろう、初デートでとか、初めての相手がと。
ぱ俺はやっぱ良くも悪くもテキサスクローマン長友くんとの出会い最近や違うやろ。あんたはマイルさんと両腕後ろにくぐった状態で乳首についたクリーム舐め合うっていうライブからやろ。おかしなんだ泣いてやん、あんたマイルさんだけ頬赤くしながら押すな押すなそれからかも、ね、タオルの時歯食いしばったそのだってその時なんか全然こんな発言してなかったもんね。全くもうそういう気持ちみんなに押されね逃げんな逃げんなって俺見ててもタオルが涙目でうわーって最後もうもう腹くくってさいやーって言って、前の乳首をベロベロ舐めて、前の人がやべやべやべーって言ってるのがもう辛すぎたな、あれ見たで。いや、でも面白い。まあ、だって前の軍団に入りたてやったからさ、まだ前の人のこと知らんかった。知らんかった。やっぱ怖かったやん。うん、ポピーやったから俺らはね。うん、もちろん尊敬もあんねんけど、だから尊敬ある人で怖いから、もうビビったけど、だから、前の人だけ喜んだな。それか。じゃあ、その、長友君もそこから始まってるんやな、じゃあ。実はルーツが。うん、そういうことか。長友くんとじゃあその俺が俺のなんか何ライブっていうの俺のこの思い返しライブじゃんけどその企画何だっけクリーム舐め合うの、うん、やろう長友くんとライブで無観客いやいやスーパー有観客誰が見たがる長友くんが、ま、お最近こういう顔すんねなんか嫌やろこの顔めっちゃ嫌いやね気持ち悪いねなカッパみたいにこれで二人で小手差し行こうやなんで小手差しかなあかん遠いやろずっとこの顔で埼玉でしょなんでお前と西部池袋線乗らなあかんねんどこにあるかもあんま知らんねんけど小手差し行きのってこれどこまでこの顔やめられ間違えて反応行ってまうやろ知るその場所感覚俺は知らんけどどうでもええわごめんなさい僕あなたは何ですかいや俺聖域だって結構ですねあいやそんなことないなんやろおあなた言うとちゃんまい好きじゃないですか。うん。どこいつからちゃんまい好きになったとかそういうこと？巨乳。巨乳というかね。別にちゃんまいが好きってわけでもないんやけど、でもやっぱ映画ですね。映画見た映画。あのね。君の名は。なんでやねん。ないやろそんなシーン。そっか。最近やし。隕石落ちてきただけやろあれ。アルマゲドンじゃんなもん僕昔見た映画いやあれ見に行った映画ですかそれとも深夜いや深夜映画、うん、映画館は行かへんからさ やっぱあの僕あのその映画というか僕俳優っすね、はい、マイケル・ダグラスっすねマイケル・ダグラスってあの俳優でマイケル・ダグラスまだ多分生きてはると思うけど、まあ、マイケル・ダグラスの映画のを見てると ね,、はい、ねおっぱい好きになるあそう、うん、あの人が多分めっちゃおっぱい好きやねんなだってイノイってそのまたこの人エロいねかっこいいねほんでまた若い頃マイケル・ダグラスってあの人ブラックレイン出てましたよあそうですか、うん、高倉健と一緒に警官の役であのね、この人 その絡むシーンってね、はい、もう胃の一番にね、おっぱい舐めに行くねん。あもうまたもうおっぱい性じゃない、多分この人。どんな映画でもまず、バーって服脱がしたと、まずこうおっぱいに行くからね。チューなんかせえへんねん、この人。ああ、そうっすか。いきなりおっぱい飛び込んでいくからね。俺はもう、チュー好きやねん。めっちゃ好きやねん。めっちゃチュースキャネン高人さんやすげえ高人さんが今一瞬舞い降りためっちゃスキャネンお父さんの同級生やからなはいもうええねんそれ元気か熱なんちゃう堀内孝夫さんとね天国からええわもう太郎とチューナーする人信じられんよねいやいやそれはおるかそれは過去おるわけやからねいやわこれからもおんねんから何人でも無理やろねえクロピークロピーがうえっつったからな多分その虫は多いんでしょうえっつった太郎おらん時に太郎の陰口やろなあでも2万払ったらチューしてくれるらしいちょい舐めてるやろあいつ2万やったら太郎チューしてくれるうえ嫌です2万あげるんで分かりました太郎の旅費払ってくれる
怒られるわ、クロッピー。いや、ほんまやで。クロッピー、冗談ですよ。はい。許してください。こういうこと平気で言うんで、僕。すみません。病気なんで、許してください。わかるでしょ、日頃真面目にバイトしてたら、こういうこと言っちゃうんですよ、アホやから。ごめんなさい。病気です。すみません。許してください。舐めてるやん。舐めてますやん。はい。舐めぞうです。舐めた舐めぞうやん。はい。よろしくお願いします。はい、友達登録しておいてください。はい。はい。マイケル・ダグラスやって。おっぱい。はい。皆さん、マイケル・ダグラスの昔の作品とか見てください。もう やらしいんで。ね。ということでございます。大悟のおじゃきさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、本日ラストのお名前でございます。あ、ラスト。キノスイ。え、何キモスイって言った今。キナ、キナサイって。キモスイ。キナサイって言ったんですよ。キモい水飲むんかなと思って。キモスイ。いきましょう。はい。ズンズンポイポイのお二人は、よく金がない金がないと言ってますが、まあそうですね、実家太いやつが貧乏人ですよみたいな顔して金ない金ない言ってんの、まあまあ、ガチ貧乏人の俺からしたらめっちゃムカつくんだけどまあ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 、そういう捉え方もあるわな。お前ら俺みたいに米とパンとジュースだけで25日間生活したことあんの言わしてもらっていい？あるあんまそんな言わん方がいいです。ごめんなさい、嘘です。だってさ、そうやね、あんま言わん方がいい。こういう人はほんまにな、消してくださいね、うまいこと。多分うまいこと消してくださいね、うん、だって金はあったやろ、だからうまいこと消しちゃってください。高松奈々とか桂春長とか、うん、私は貧乏人ですが努力して成功者になりましたって自称してるやつが、実は実家からえげつない額の仕送りを常にもらい続けてきたボンボンであることが判明して、あ、そう、炎上するニュース定期的に起こるよな、うん、ズンポエもこいつらと同じことしてんのか今までで一番金なさすぎて困ったエピソード教えろや。ケンカラジオネームルンルン近所の板浜さん、あ、この人なんや親族全員絶縁、大卒なのに高卒の給料で働いてる。うわどのくらい差あるんやろな。わからん、全くそんな、僕らまず就職したことないんで、はいはい、なんかあるっすよね、ランクはその勤続年数によって多分、うん、まちまちだと思うんですけど、まあそれを言うと別にこの人は擁護するわけじゃないけど、みんながしんどい時でもバイト行ってるから、だからお金あっていいじゃないですか。別にお金ないで俺、別にそんなにないけど、まあないっつっても別に あるし、そのだからそのない人はない人で、その例えば俺は多分そうやと思うんだけど、低たらくに、たまに低たらくな時人生やっぱ来んねん。その時お金ないけど、それは自分が悪いと思ってるからそのえだって俺、まあそのうーとかじゃないけど、うん、うーはないやん別に。じゃあうーはない、でも僕、まあまあそれこそ情けな飯言ってもらって分かると思うけど、僕だって今日の晩ご飯あれっすよ、白ご飯にあの福神漬けのっけて食うだけっすよ。まあそんなん別になんとだからそんなん貧乏エピソードちゃう、 なんてやめんよ、そのな貧乏エピソードは正直。貧乏エピソードっていうか、俺は割とそういう飯しか食ってない。それ別に貧乏じゃない、あなたが好き好んでお金ないからとかじゃないもんな別に。いや別に、まあでもそんな食費に使いたくないっていうのはある。まあまあそれはでも一人でも行かれへんもんな、うん、そう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 。でなんか貧乏エピソードない、なんか一人暮らしとかして大学とかの時あるんちゃうんじゃ。ちょっと待ってな。いやでもめっちゃもちろんあるよ。俺は多分まあ言うと、でもその時実家あったからな、食とかではないけど、あの電車がなかったから梅田まで歩いて帰ってた。梅田、あ、ようやってたな。ナンバー梅、どっかが払われへんの俺。バイトしてなかったもんすよ、うん、その夜勤が嫌で辞めた半年間ぐらいはバイトしてなかった。俺電車賃がないからどこからまで来て何キロかは歩くっていうの。あ、でも俺あれやで、そんなぐらいかな。大学時代とか俺あれやで、100円パンだけで1ヶ月とか生活してる。まあそんな貧乏エピソードになるんちゃう。だって金なかったのパチンコで。あ、それはじゃあ、え、多分それちょっと違う。これなんかちゃうやろな。だから俺も一緒やん。だから俺は手たらく境遇も込みでだと思う。そのパチンコでかけてるからなくなる可能性も あるのを に承知した上でやるものじゃん。うん、多分そんな隙もないぐらいに働くしかないっていうパターンの人の、いや、まあ、1日100円のパンでしか戦えない。シンプル、多分ギャンブル中毒やったからそ家のなんバイト、その代わりめちゃくちゃバイトして、広島時代でめちゃくちゃバイトして、もう朝の6時とかから
チャダイでも月っても12万とかしかもらわれへん。それを使ってた。まあ、そうな、家賃払ってをやったら、家賃は別に仕送りとかじゃなかったんでしょ。家賃仕送りやった。あ、当時。そうか、じゃあ。4万とかやったから。そういうのじゃない、なんやろ、ルンキンさん。まあ、だからこっち来た時か。大阪、あ、じゃこっち来た時というか、大阪にで一人暮らししてからやな。完全金、その、大学まではその、やっぱ甘え、まあ、甘えたからさ。ボイスで言うと、まあめっちゃ物とか売ったりしてたよ、うん、ってのはある。大事だったものを売ったみたいな。あ、売った売った。あと、まあ、これまたちょっとちゃうやけど、金なさすぎて、うん、転売じゃないけど高く売れる CD とか調べたりとかめっちゃしてた、うん、ああ、うん、その肝古書店で働いたからさ、ああれ入ってきたみたいな、うん、で買ってそれを売ったりとかしてた。今も別に金ないっちゃないけど、だから今例えばウーバーいつやってるやん、ウーバーちょっとじゃあ寝間惜しんで頑張れば次の週金入るからさ、それ言うとだからもう借金なんか膨れ上がっていくし、そのだから俺貧乏っていう気はないなって。金ゼロは毎月なんのよ、ゼロマイナスになるけど、その貸していただけるんでそれでステーキ食いに行ったりするし、焼き肉も食うし。サルクやんけ。サルク山田と一緒やんけ。貸していただけるんで、だから、ね、今ちょっと今まで金なさすぎて困る。まあ、太郎さん今やんな、言ったら。まあ、でも別に自分は食うと思ってないねんな。うん、で、バイトもしてるし、金もあるし、全然食うじゃないです、別に。マイナスが膨らむだけで。例えばその貸していただける会社たちがなければ、もしかしたらその、まあ、そういう生活せなあかんないけど、その人は貸してくれるから、焼き肉も行くし。俺だから大阪時代よく100円ローソン少なかったけど、見っけてからはもう100円ローソンばっかり行ってたから、もやしとラーメンだけやったら。あとは僕こっち来てからずっと飲食でバイトしてるから、その休みの日でもそこ行けば食わしてもらえるから。これまた怒るんちゃう？どうなんやろ、ちっちゃい頃の話、ね、家族とかで言うと別に、ね、そういうことじゃねえんだよって言われるから、うん、まあでもお金に困ったエピソードなんどうなんで、まあ、何でお金に困ったか別に問題ではない、ね、まあ売ったりとかはしてた、うん、なんかもうな、うん、一つそんなね、まあね、なんでも言えないですけどね、どの店が高く買ってくれるかも調べて、うん、チャリこいた時期もあったよ。あと、よう芸人でさ、金ないねんって言う人がおるやん。悪いけど、そいつが悪いやん。バイトできんねん絶対、その夜勤やれやろなるし、そいつが悪いねんから、だから俺は自分で金ないねんとか言うのは嫌やねん、その自分が悪いねんから。ちなみに僕はめっちゃバイトしてるけど、そんな実は稼げてないよ、働いてる時間短いから、まあ、まあ腹も払ってるしな、うん、そうそうそう、だからまあしんどいっすよ毎日、うん、ライブ終わってバイト行って。まあでもルンキンさんちょっと頑張ってください、はい、頑張ってくださいってこんな一言やけど、まあいつか幸せなことは必ず来ると思います。その頑張ってればね、ね、頑張って必ず報われるんですよ。そういうゾーンが絶対来ますんで、ね。ルンルン近所。ルンルン近所さんですか？ハヨとして。板ファンさんじゃなくて、ルンルン近所さんですか？ルンルン近所の板ファン、ルンルン近所のライブ行く可能性あったのかな？ライブ出てる？ボボライブってあれ無料ライブやっちゃうかったっけ？いやいや、500円とか。ああ、そっか。おったんかな。辛いことはあっても、まあ原価ラジオとか聞いて頑張ってください、はい、そう、あの受会の話じゃないけど、うん、ね、でまたね、貧乏やと思ってたらね、貧乏神って取り付くからね、だから僕貧乏なんて思ったことない、マイナスは膨らむけど、ねえ、まあ、タロさん最後プロボーラーになるもんな、うん、そう最後まくれば勝ちやからな、最後太郎さんプロボーラーで優勝するんで、そう決まってるんで決まってるんで、ということでございます。ルンルン近所の板浜さん、ありがとうございました。頑張一緒に頑張ろう、はい、頑張りましょうや、はい、お前らの頑張ろうとかいらんねんとかやめてね、そういう人じゃないし違うでしょ、急に荒々しいからいつもこんな感じ、なんかそうね、今日はなんか急にね、なんかむしゃくしゃして、まあ我々と吐き出してくれ全部飲みます我々がね、ね、はい、ということでございました、はい、以上で、全ておめめ終了ということで、はい、ありがとうございます、ね、終了でございますね、はい、ケンカラジオ GT 第268回、はい、終了ということでございます、はい、長い時間本当に皆さんありがとうございました、ありがとうございました、ね、
そうちょっと飲食店の話多すぎたというのもありますけどもね、はい、長いことになっちゃうね。最近ちょっとラジオ長くなっちゃってすいません。もう切り分けて、ね、切り分けて聞いてください、ね、そういうことでございますね、はい、あとね、メンバーシップ入ってくださいということで、ね、あそうそう個人でございますので、はい、よろしくお願いいたしますね、はいはい、ではありがとうございました。よっしゃ、あいや、いった何いったあいや、なんで何もないからちょっと叩いて終わろうと思って、わきつこいつこいつきつい、やりますか何をやるんですか、ほんまに。いやいや叩いて終わってよろしいやん。ジーコイクラブ最高でした。はい、ふざけんじゃないよ。俺はもうドキドキしながらあのツイッター見てたの。なんでなんですか。ジーコイクラブのね、いろんな写真をバーって上げてくれてきたの全部がおもろかった。ちょっと全ての写真太郎無表情やみんながゲラゲラある時に太郎ほんまに楽しんでないと思う。あれも写ってる写真も全部ピエール並々で減ってへんし、やっと喋ってる写真が写ってるけど無表情で指だけ写真ほんで横でなんかみんながこうやって洗ってる、まあ、みんな笑ってるよ。タロウの時全部無表情。あれ俺無表情やったから、ゴムマスク人間ちゃうお前。あれ一個も笑顔のシーンなかった。マジで怖すぎたほんま。あマジっすか。うん、ゴムマスク人間が来てたんかな。ゴムマスク人間やるとどう考えても、ゴムマスク人間やったんかな。うん、俺楽しかったんやけど、酒も一滴も飲んでへんちゃうんか実は。そんなことはないですけど、リゴは楽しそうにしてたけど。でゴムマスク人間が来てたんかもしれん。ゴムマスク、じゃああの日来てた、これ聞いてる方、あの時僕は内側になんか閉じ込められてたんや、あの遊戯王みたいなあれ、あのパズル、そうそう、ゴムマスク人間が表出る時俺は内側におる。その前のマヌスはどっちやった。マヌスは多分俺やったと思う。あ、そうか、その後じゃゴムマスク人間やった。うん、トシダにだってずっと思うもん。トシダがスタンドアップのトシダがもう嫌がんねんけど、ずっと漫画編ホップの方ですかと思うのはノリをすんねん、ずっと嫌がんねん。それやるってことは僕でしょ。はい、ゴムマスク人間すいません。数日間ゴムマスク人間やったんちゃう。あの8行くぞ終わった後も急になんかトシなんかトシダのこと悪口、なんかトシダくんなんか言わんといて、あの野沢さんが普通にちょっと怒ってたしな。なんでおめえが言ってんだよ。そうそうそう、普通に怒られてたよ。